あれ知ってる、あの新しく入ってきたマネージャー、え、あれ芥川やろ、芥川、うん、あれかなりここクラッシュしてるらしいな。かなりかなりのもんらしいな。ほ、うん、で今田東野についてんやろ。そう、俺もう聞いて笑ったで。今田がな、うん、あ、昼は今日はカレーにするわって言うたの。なあ、はい、わかりましたって言って、で今田が楽屋バッて来たらカレーのルーを置いたんに。それ笑い取ってんじゃん。違うねん、マジやねん。昼はカレーにするわって、カレーのルーカレーの箱ごとルーボンって置いたんで、何のことかわからんかって言って、何やこれ。腹減ったな。おう、カレーはって言ったらこれです。おついおつい。いやいや、だから俺が何この兵六玉が言って俺が怒って、あ、自分が言うたんかい。俺がね、うん、何あの兵六玉って言ったら、うんうんうん、意味がわからんと、うん、彼女に電話して、うん、俺浜田さんに兵六玉って言われたんだけど、ちょっと辞書で調べてくれる？ね、こう書いてあるよとかって言われて、うん、ひどいじゃないか。彼女に聞くんじゃなかったですよ。なんでほんでそんな喋り方や。こんな喋りや。まあまあ、ムカつくんでしょうけどね。向こうにしたら4年ちゃんとした大学出てんのにね、そんなお前刑務所みたいな高校出たやつに兵六玉言われたらね。ね、ね、番号で呼ばれてたようなやつ、ね、呼ばれてないわ。1526番って言われて、あれ俺がさあ言うてたやつ、さあはええやん。言われたないってやっぱ思うじゃないですか。そうですか。そりゃそうですよね。なんか体だるいね今日。なんで？あ、言わなあかん。理由は大体分かってんね。あ、そうなの。雪ある？いや別に言うても。うん、なんでだるいの？あのね、オナに3回してもうたんや昨日。もうしょうないな。でもな、だいぶな、最近はな、オナにもせんようになってんだよ。あ、毎日やってたんやな、以前。毎日やってた。うん、気持ちよかった。うん、気持ちよかったん。んだ、ええやん、うん、ありがとう、うん、ありがとう、自分。よく犬が自分の尻尾を自分で追いかけてくるくる回っていますよ、はいはい、あれは何なんですか、松本さん教えてください。これはやっぱり向上心とかね。で、犬のですか、うん、あのランクを上げたい。犬がですか？犬自身が、うん、前へ進みたい、ワンランク上の生活を望みたいっていう現れなんですよ。でも犬関係ない。例えばギャラのランク、タレントランクもっと上がりたいとあなたは思いますね。はい、いや、もうそれはまあ誰だってワンランク上。そりゃそうです。小鳥だってもっと羽ばたきたい、もっと遠く空へ飛びたい、うん、思ってるわけです。そりゃそうです。まあもちろん犬だってそうでしょう、うん、回ろう、回りたい、回りたいってやっぱ思うわけです。回って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 おっさんになりたい。何が悲しいっておっさんならなあかん。なられへんわな。ああ、いやいやいや、俺のセリフ。アホか、お前見たこと。みんなね、すぐ止めるんですよ。犬が回ってたらアホやこいつって言ってパッて抱き上げたりするでしょ、うん、あれ一回ほっといてごらんなさい。こうガーッ回って回って、いやー浜田くんね。怖いわ。小遣いやろうっていう。お金持ってくる。犬から成り立てのくせにもう金持っとんの。あ、見たいなそれ。ほんまほんま、すごいって。それ一回ほっといたらほんまやって。犬は回って回っておっさんなのに。で、写真撮ってくれるから、ね、なんでやねん。最近はもうやることがなくてね、なんか新しく面白いことないかなって今探してるんですけど、もう昔は俺ビデオ屋行ったらなんとかなったんやけども、ないでしょビデオ屋もね、いまいちね。こないだちょっとたまには日本映画も見たろう思って。いいことですね。腹立ってきてね、ナイトヘッドかなんかやつ。ナイトヘッド、そう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 、なんでお前が言うの。豊川、そう、
S S S 誰やったっけ、豊川と誰やったっけ。なんでお前が言うねん。お前が聞いたからや。そうそう、武田真治、たまにはね、日本映画も見たらなぁ思ってね、借りて、まあ、よりにもやって、あんたそれ借りんでも、だってビデオで好評やったでしょ、ほんで映画化されたぐらいやから絶対おもろいんや思って15分ぐらいでやめたね。あ、もう15分しか我慢できない、もうええわ思って。なんだ暗いねん。だったら兄ちゃん、もっと明るくできんのか、お前ら兄弟は、ボケ兄弟。兄さん、ダメだよ兄さん。何がやねん。そんなもんタイトル見たって暗いか明るいか分かるやん。もうちゃうやん、もう明るせえや思ってね。こっちはテンション低いから明るいし思って借りとんのに。なるほど、ダメだよ兄さん、よどんでるよ。何がよどんもんねん。その兄さん言うてんのは誰。兄さん言うてんのは武田真治の方や。兄さんももうなんかもうそういうね。あ、そうなんや。兄さん頭が痛いよ兄さん。帰れやもう家、寝とけ家で。病気や。日本映画わかんな、うん、というかないのよね。ない、あっと思うのが、あっと思うのがない。うん、うん、あのあれかってそうやんけ、あの北の国からもえらいまたなんや言ったけど、腹立てへんあれ見てたら。いや俺ら見たことない、ね、あ嫌いなんや。いやだからなん全然ストーリーもクソも知らんもん俺。あそうなの、うん、俺はね複雑なんですけどね。あそう、いや そこそこ面白いんですけど。あそうなんや。ちょっとね、やっぱあれもね、語り口調が多いし、うん、あと暗いんですよ。父さん、よどんでるよ。嘘つけや。それは弟の方や。ホタル頭が痛いよ。嘘つけや。いや、もう、それはあれやろうけど。まあ、それと同じような低さやろ。低さなんですよ。ほいでね、あれは俺、基本的には好きなんですよ。基本的には好きなんですけども、うん、あの番組が腹立つのは、ホタルがムカつくんですよ。そのね、親父をもうちょっと思たれよと思うんですよ。もう親父がね、こっちを。まあでも、そんな視聴者はもう思いっきりハマってんねん、まあまあ、なじみ。まあまあ、まあまあ、まあまあ、そうなんですよ。それが狙いやもん、テレビ作ってる。帰れないの、帰るわけにはいかないの。その言い方がもうちょっと、もうちょっと優しい言えよと思う、ね、自分めちゃめちゃファンやん。ガッツ好きなんやん。ビデオ出てるしちょこちょこ見た方がいいよ。進めてるやん。じゃあね、あのねちょっとね、田中邦衛がねやっぱちょっと笑ってまうんですよ。俺あれあれ何のやつかな、うん、ちょっと前やったやつかな、なんか山の中入っててクマみたいでごっつい顔してちいちんとこへ走ってきた時のあの顔はおもろかった。あのおっさんねおもろい。ね、急に歌いやすい。ちいちんよう笑えへんな思って。やるなら今しかねめちゃめちゃファンやん。ごっつい知ってるやん。ほらそれはまあ見てもええってやつ。そうそうそう、暗いとは言え。そう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 、うん、そうですか。もうね、ほんとダメですね日本映画はね。ルパン三世を見に行ったんですよ。え、栗田貫一の。栗田貫一。もうやっぱ栗田貫一が頭につくから。だいぶ似せてるんでしょ、だいぶ似てるんでしょ、違うの。でもね、たまにやっぱり栗田貫一が出てくるんですよ。ぶっちゃけた話ね、あれがね俺がやるべきやったと思う。違う違う、お前おいらルパン三世しか言えへんやん。それ2時間ずっとそれで引っ張る。どんな場面でもおいらルパン三世。それはないやろ。言えるよ、だから銭形のとっちゃん。あ劇場で会おうぜ。言えてるよ、全然言えてるよ。全然言えてるよ。反発やからやな。松本さんは昔パイロットだったそうですもん。今だから言える失敗談を教えてください。はい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 、いやはいはいやないか。僕はね、あの JAL のね、34期生なんですけども。JAL 今何年ぐらい経ってんやろな、できて。いや、34期生。34期生。
ですか。何年ぐらいやりはったんですか。ね、僕はもう短かったんですね。半年ぐらいでも。なんで乗るようになってからはね。なんでお前一生懸命訓練終わってやっと乗れるようになって半年でやめんねん。僕はね、そういう性格なんですよ、昔から。例えば好きな女性が現れて、その人を落とした時点で僕とその人の恋は終わってしまうからね。こういうとこだけなんで静かになってしまう。僕には、兄さん、僕わからないんだよ。頭が痛いよ、兄さん。もうええわ。暮らしてやろ。何、でかいの操縦してたんですか。でかいの、もちろんですよ。それジャンボですよ。セブン、ツーセブンですよ。古いで、お前、セブン、ツーセブンやろ。俺は小学校やで。セブン、ツーセブン。お前が小学校ぐらいの時。お前がやれるやん。いや、何笑ってんの。こういう、こういうとこが面白いんだね。いや、何笑ってんの。俺が小学校やから、セブン、ツーセブンは。お前知らんやんけ、具体的な機種を言うたって。いや、言うてくださいよ。あ、A2 映画だけっていうやつ。A ばっかりね。A2 映画だけって。あ、そうなんですか。それだけすごい飛行機。主にどっからどこ飛んでました。伊丹空港から、ね、はいはい、大阪のね。おう、そう、僕大阪、大阪国際空港です。伊丹空港、伊丹空港から、うん、伊丹空港からだいたいルパング島とかあの辺に向かって飛んでました、ね。うん、もうちょっとなんかちゃんとしたとこ行こうや。ルパング島なんか行ってたんですか。ルパング島に直接行ってへんがな。ルパング島なんかに直接行くやつおるかよ。ルバング島経由してどこへ行くんですか。ルバング島経由で行ってたって言ってんの。どこへ経由してどこへ行くんですか。そんなことはお前になんで言わん。なんでやねん。何がやねん、お前。え、国際プライベートな部分やろ。お前の仕事やねん。国際線やったんですか。国内線ですよ。どっちやねん。国外線ですよ。国際線でしょ。国際線ですよ。国外線って何やねん。国際線、国際線、伊丹空港から、伊丹空港からバーン出ましたね。バーン出ましたね。さあ、どこ行きましょう。ルバング島ですよ、とりあえず。わかりました。ルバング島着きました。着てへん言うてんねん。ルバング島経由言うてんの。話聞いてんのか。経由言うことは一回行くじゃないかい。着けへん言うねん。それルバング島の上を、上空を通ってから行くんですよ。そんなんなんで意味ない飛行をするんですか。ルバング島で一回その物資をあれするわけですよ。なんだ、止まるやけ。あ、そんな止まるかいな。ルバング島止まっとんねやないか一回。あ着陸するっていうことでお前は言うてんのか。それなら止まりますよ。俺はそのルバング島でその止まるんかな。誰が止まるん。止まるやろ。なんで痛み出てルバング島で一回寝まいたんの。あ、いや、ほな燃料積むために止まりなさい。どこ行くの。僕は その班やったからね。班とか知らん、そんな。そっからどこ行くの。派閥がいろいろあるのよ。 どこ行くねん。ほな、お前何派やったん。僕は磯谷派。何や。何や磯谷派って。磯谷さんっていう人がおったんや。ルバング島から出たらどこ行くの。出て、ルバング島、まあ飛び立つわけですよ、はいはい、そこで涙の別れみたいなのがあるわけです。誰とやねん。ルバング島の女の子たちとの別れとかあったら。ちょっとないねんけ、そんなもん。うん、まあね、でも、燃料を積む代わりにルバング島の女の子に僕らが燃料を与えたりとかね。まあちょっといやらしい下の話もあるわけです。でそんなんいらんねん。さあ、どこ行こう。これから一旦また痛みに。じゃあなんで。変えんねん。そんなことをしてるうちにもうなんかアホらしくなってきてね。パイロットというもんがね。パイロットね。乗客乗して十何時間飛んだことはないわけ。 ありますあります。うん、ハイジャックされたこともあります。そういえば、そういえばって、そんな大事なこと、そういえば今思い出したけど。そんなアホな話あるかよ。一番先言わなきゃ思ってた。ハイジャックっていうこともありましたね。ハイジャックされた。はい。ほんなら、すいません。あのや、出てきたんかいな。うん。すいません。うん。この飛行機はジャックした。総理。
うん、うん、ほんでこれでもう俺もすぐに機長としてのことをやらないといけない。そらそら。なんですのって言われた。いや、ジャックスター言うてるやん。何がですのって言われた。何も言うてないやん。腹黒いのはどっちですか。ああ。これ俺かお前かってことでしょ。そういうことでしょうね。人間っていうのは何重層にもなってますね、大体、うんうん、いい人と思ってもその一枚下をめくると悪い人だ、うん、あ、はいはいはい、でもこれで悪い人かと思ってもう一枚めくれたり、はい、何枚めくれるかわからん、どれがほんまやねんみたいな、どこが最後かわからないっていうところは確かにあるんですよ、うん、はいはい、でも何枚めくっても嫌な感じっていうのはオタクですやんか基本的に。何が基本的に例えば金に汚いじゃないですか。いやそんなことないですよ。いや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 、いやもうそれはもう認めようや。いや静かなトーンで言うな。ほんなら言わせてもらうけれども、はい、お前はそのHジャングルとかいう名前を持っとるらしいけれども、あれの収入売れた半分をなぜ俺に渡す。お前のが汚いんちゃうんか。なんでや。俺に言うたってしゃあないやねんか、それは。あ違うで、お前の儲けを半分この M ジャングルにくれって言う。誰が M ジャングル。いつから M ジャングル。いや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 、俺じゃないや、それはお前もう発売前話してるから、小室さんやから。それは違うかな。それは儲けの何パーかを小室哲哉で、あ、半分何パーかを H ジャングルでしょ。その H ジャングルの半分を M ジャングルへくださいなって言ってる。だから、プププピロ。何やそれ。何可愛いことってる。松本さんは聞くところによると命知らずだそうですが、今までで一番危なかったこととは何ですか。命知らずなんですか。まず怖いと思ったことはほとんどないね。で、俺の口から怖いっていう言葉ってまず出へんでしょ。いや、今日のオープニング怖ーい。あれは何。それまた違う意味の怖さですよ。まあね、僕は今まで一番ヤバいなと思ったのはあのゴリラに縛られた時ですよ、ね、どこ。でもこの辺ですよ。バーンやられた。お前どこにおったん。あの野球してたんですよ。どこでや。グランドで、グランドで。どこで。あの尼崎のグランドで。うんうん。俺そんな話初めて聞くな。あ、ほんなら聞いて。カーン。まあまあホームランバッターやからね、もともとが。はい、ね、視神経がもうホームランバッターで来てるから。アホか。もうええやんけ。カーン打つわね。そらもうガシャン、あのガラス割ってしまったんですよ。おお。でまあそれとりあえず謝りに行かなあかんっていうことで、うん、まあ行ったんですけど、うん、だからもう行った先がもうゴリラやったからね。いや、ゴリラやった。おっちゃんとゴリラの二人らしい。あ、家は、ね、おっちゃんの横にゴリラおったんや。こんなもんお前どうしてくれんねん。この間、ま、この間も割られたばっかりやとか言われて、ああ、もうずっともうゴリラはもうこうしてますからね。ヤンキー入ってるな。ずっとこんなんやだからね。うん、うん、んで、いや、どうもっていう感じで、うん、こうボソボソっとしてたんですよね、うん、僕もまあまだまだ子供でしたからね、うん、ほんならもうゴリラがもうおっさんガーン抜けて前に出てきたね、うん、なんで謝れへんねん。え、なんで。え、喋ったの。え、おっさんが言うたわけ。ああ、びっくりした。おっさんが言うたんです。はいはい、うん、で、おっさんがそのなんで謝れへんねん、うん、って言うたら、うん、おい、ちょ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 おい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 、え、ゴリラやで、おい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 、それはおっさん、おっさん、あー、おっさん、おっさん、なんや、
いろいろ喋るな。うん、おーいっていうわけです。うん、いや謝れへんねんって、まあ確かにあれですけど、まあ、ほな弁償はさせてもらいますって言ったら、うんうん、もうガー弁償したらすぐ。それなるの。おっさんおっさん。あ、おっさんかい。何回も出てくるんだな。そないなんや、おっさんの前にゴリラは入ろうかよ。避けられても入ってんねんな。ほんなら、バーンと横にあった、なんか石か机かなんかわからんけど、バーンと。おう、ゴリラ舐めとんのか。ゴリラ。おっさん、おっさんは。うん、な、うん、弁償せ、うん、これゴリラですけどね。え？あんまりあっさりしてたから。あ、それがゴリラなの。これがゴリラなの。初めてゴリラ喋ったの。あんま怒った口調じゃないよな。弁償せ。これがゴリラ。おね、うん、ね、まあおっちゃんもな。え、お前驚きはなかったやん、ゴリラが喋ったっていうことに関して。あ、それは不思議となかったね。がむしゃらやったからあの時。でな、あのそんなもんな、おかしいやろと、はい、ね、うん、なんで謝弁償したら済むいう問題やね。おい、これお前怪我しとんねんとこう言ったんですよ。急やな、また。そうそうそう、これもゴリラですけどね。え、わし怪我してんねん。で、とりあえずバー来て。あら、怖いわ。こんな高いんやろ。高いですよ。バーン。こういうのは折れてますよね。いや、おっさんがやられたんです。え？わわと一緒に住んでるんじゃないんですか。これぐらいの破壊力持っとんねん。見せしめ。で、おっさんが言うたんですけど、ね。え？もう不思議な一日やったね。お前別に殴られてない。僕は17歳の男子ですけど、身長が浜田さんと同じ155センチしかある。それでええわ。もうこれからどうしたら松本さんのように2メートルを超す大男になる。いや、教えてあげて。2メートル超す、ね、このダンタンっていうのはね、言い換えればデコボココンビ。すごいじゃないですか、この辺は。もうそんなセントルイスを超えたじゃないですか。コンビとコンビの身長差では。なんで俺は顔触れんの。2メートル顔触れるよ、別に。お前そうやってないよ。こうやってるよ。だからみんな間違ってもいいんですよ。測り方がね。あ、測り方が、測り方が間違って。え、なんで今の本当の身長の測り方で言うと、僕なんて170ちょいあるかないかです。うん、この30センチはなんやねんと君らは思っとるわけや。それは当然そうですよ、うんうん、でもね、この30センチはもうこの際どうでもいいんですよ。なんでどうでもええねん。いや、もうええわ。30センチはほんなら何やって言うてんねんな。そうですよ、これは真心ですよ。だから僕は真心が30センチございます。ね、アホや、アホがおる。わかる？お前には真心がないから惹かれてしまうんですよ。え、みんな持ってるんですか？みんな持ってますよ。真心は何センチってみんな決まってるんですか？いや、それはその人によって違いますよ、うん、僕の場合の真心は30センチ。あ、ふっくらご飯を食べさせた。慌てんで。ふっくらご飯を食べさせたい。だから何やん。食べさせよ。さあ言うてみよう。え？え、ふっくらご飯を食べさせたいっていうのは真心なんですか？前じゃないですか。ふっくらご飯を食べさせたいっていつも思ってるわけですよ。お前と喋ってる時でも。喋ってる。慌てるなんてね。お前と喋ってる時でもふっくらご飯を食べさせたいって思ってますよ。俺に。はい、見えへんかもしれんけど。あ、俺はほんならそんなこと今までお前に対して思ってなかったわ。ああ、喋っててお前にふっくらご飯を食べさせたいなんか。ああ、これどっちも思ってなかったわ。それやらかんのか。だから155やかましい。
ちゃってマジやがな。あ、そういうことか。当たり前ですよ、それが30センチなんだよ。まだ、すごくわかりやすく言えば、僕は頭に常にジャーを乗せてるよ。気持ちの中ね、気持ちのジャーを持ってね、気持ちの中でね、はいはい、いつも開ければもう湯気がふわもうふっくらご飯こうほんまこの間年取ったなと思ったんですけどね、はい、あの怖いとこう車で送ってもってたんですよ、うん、で家の近所の手前ぐらいの時、まあ、小雨も降ってたんですけどね、はい、ちょっとまあ笑かしたろうもでテンションも高かったんでね、うん、もうここでええわって100メートルぐらいあったんだけど、雨に打たれてちょっと考えたいこともあるしちょっとゆっくりぶらついていくわって言うて降りて全力疾走で走ったったんだよ、うん、受けると思うかな、うん、まあまあ受けんのは受けんねん、うん、確かに後で聞いたら車中は大爆笑やったらしい、うん、走った途端に腰グッキーって走られへんねん気持ちは走りたいんだけど体がついていけへんねん、ね、でもそれで止まったら笑いぶち壊しやから腰がこんなになって走ってんねん、まあ、それがラッキーパンチで受けたんやけどね、はいはいはい、変な走り方やから変なでもねやっぱりねあかんわこんなことではな、いやそれはもう前から言うてることやからちょっとほんま考えないといかんな思ってね、いや考えてくださいよ、いやほんまに運動してくださいよ、スポーツクラブとかね、うん、ほんま行かないかんなってマジで今ちょっと思ってるんですよ。そうですか。はい。夏になると怪談の季節です。うん。霊能者でもある松本さん、今まで戦った霊の中で一番すごかったのはどんなやつですか。なんか霊能者。霊は感じますよ。霊能者。あ、霊能者ですよ。今まできつかったんだ。あのね、僕真剣に言おうとしたんだ。いろんなとこから電話ありますよ。え、お払いしてくれとか。はいはいはい。はあ、うん。あ、そうなんですか。うん。まあ行きませんけどね。できへんからね。っていうか忙しいからね。いや、できへんからね。いや、最近は忙しい。最近は昔は何、はい、どういうことや。昔はそれはいろいろどこ言われたところどこでも行きましたよ。だからどういうものをお払いしに行くんですか。ああ、悪霊ですよ。まあまあだから一軒の家で霊にあげてちょっと過去どういうもんか。あれはね、うん、群馬県に行った時でしたっけね。はい、ええ、子供がえらいぐずっててね、うん、これ腹減っとんの。まあまあそれだからすぐ解決しましたけど。ミルク突っ込んだしまいやがって。これちゃうで言って帰ったんですけど。気づけよ、それ親が悪いから。二人で掛け合いラップをしてください。できるか。はよやれラップ。でけへん言うてんねん。お前はほんま何にもでけへんやつやな。すいません。あのね、お前ね、リズム感ないわ。そうですか。うん、それ教えてください。あのな、お前な、あの歌売れて調子乗ってるか知らんけど。いや、乗ってる。俺が歌った方が絶対良かったからね。このテンポがもうないの。ヘイヘイヘイでしょ。よう覚えてくれてますね。立ててよハンドでしょ。あれかも。君ね、リズム感を養わないと。オタクはもうたっぷり持ってあるんですか。持ってますよ、もちろん。あ、そうですか。僕なんてロカビリーを日本に持って基本的に。ロカビリー教えてください。ロカビリー、うん、まあね、うん、それぐらいやっぱできなあかんよ。いや、ロカビリー教えてください。まあ、こんなんですよ。基本的には。え、何の基本的にはロカビリーですね。ああ。いや、教えてください。ダウンタウンで行きましょうか。は？ダウンタウンのテーマ曲をロカビリにしましょうか。ああ、お願いします。もうあれも飽きてきたしね。はい、ダウンタウンのテーマ曲というのは出囃子にはやってるやつでしょ。はいはいはい、松本さんだロカビリー調で。あ、いいですよ、それは全然構わないですよ。ほんまですか。うん、じゃあぜひお願いします。はい、俺と浜田のファンの何ですか。何ですか、ロカビリー
しないですか全然恥ずかしくないですそうですか。ああ、一言ながら今ちょっとなんかポッとなってあ、そうですか。いや、本人がいいんなら、まあ、全然いけます、はい、あ、まあ、続けていいですか。はい、あんま見たくない俺と浜田はオールナイヤオールナイ俺と浜田はオールナイトすごい歌詞ですよね俺と浜田はオールナイトなんですよ。僕も入ってるんですよ。もちろん入ってます。夜もまだまだいけるでっていうことですからね。あ、はいはい、そんな俺は69や俺と浜田はオールナイトそんな俺はシックスナイトシックスナイトです。あ、シックスナイトシックスナインって言いましたよ。え、うん、それ誰とシックスナインだ。あ、違う。そんな浜田はシックスティーンやシックスティーン。怖い。松本さんはもうすぐ二十歳になるそうですが、二十歳になったらまず何をしますか。これはね、お前楽しみ。待てよ。これはねえな。お前俺と小学校の時は一緒やんけ。ああ、あん時はな。いや、あん時は。なんでお前そんないろんなことできんねん。これはね、ほんま楽しみでね、思春期って言うんですか、二十歳前ですから。おー、まだ言うわけやな。でもこれ不思議なもんで、もうちょっと実感あるかなと思ったけど、意外とないね。誰が普通のコメントせんか。松本さんは昔 OL をしていたそうです、ね、上司のセクハラや先輩からのいじめなどがあったら教えてください。これはね、思い出すね。ちょっと待ってよ昔を得るってお前が19なんやろ18から16からでも OL になれますよあなた。いや、そうやで。高校出てすぐにオフィス街に出たり入ったりしてました。え、なんでやろ続いてへんねや。いやいや、オフィス街に行ってましたからね。ああ、はい、セクハラとか。それが嫌でね誰にされるんですか。雷社長ですよ怖い社長でええやんよく怒りましたよ、僕のこと。あ、そう、ね、まあ、あなたは悪いからでしょ、まあ、その失敗とかしてたわけでしょ。そうそう、まあ、スカートの丈のこととか、ね、こんなんで言ってましたからねもう出てるやん、まあ、もう出てるって OL ですから出ないんですよ。ほんなら他のなんか同期の社員とかにも、ああ、はあ、松浦さんとかね。誰やねん誰やねんって、私の同期じゃないあ、松浦さん、はい、松浦さん、松浦さんなんやねん、なんか言われんの、同期やもん。いや、松浦さんとよくその机の下で泣きましたよあ、怒られてね。いや、怒られてじゃないですけど、いや、机の下やっていうことでね机の下やっていうことで、そういう理由で、今考えたらたわいもない理由だ松本さんはかなりの遠距離恋愛をしているそうですが相手の女の方は一体どこに住んでいるんですか。あのね、リオなんですよ。え、リオ、リオ、ブラジル、ブラジル、ブラジル。何人、インド人です。バカじゃないの？ほな何か、インド人はブラジル行ったらあかんの？いや、あかんことないけど、俺の彼女なめんな。いやいや、なんか辻褄合えへん。だからインドからブラジルの方に行ったんですよ。カレーが辛いって言って。我が国の
やんけ、じゃあない、じゃあない、辛いのは。それで飛び出していったんです。もうやってられへん、やってられへん、辛すぎる。でリオンに住んで、うん、まあ向こうではもう恋人もいるらしいですけど。いやあかんやん、お前関係あれへん。何を言ってんの。松本さんがこの世に生まれてきた時の第一印象を教えてください。いやーって出てきて、まず僕はサンバさんに引き取られましたからね。はい、はい、引き取られたの。お前生まれて間もなくなんでサンバさんに引き取られたの。いやだからそのまま かわいそうやな。一回ぐらい母親に抱かれよ。いやサンバさんに、そのままサンバさんになっていないでどうする。いや生まれてすぐさんまさんに引き取られましたからっていうから、さんまさんに取り上げられましたから、ね、あそういうことね、うんうん、であの僕パッと出た時にまず思ったのは、はい、2LDK やんって思った。南向きやんって思った。それめちゃめちゃおもろいわ。なるほどね、まず思ったんが、まず思ったんが間取りがパッと見えたんが。どっから覗いてるの。いや 1LDK かも分からへん。あ、奥にあるかも分からん。パッと見たら見えたから、あ、2LDK やん。これはまあ第一に嘘や。変身のポーズを教えてください。こういうのはね、僕あんま笑わない。やんのかい。変身しますよ、僕は。その変身のポーズをするともう全て変わってしまうわけです。はい、変わります。だから僕はここで変身のポーズをするのはたやすいです。たやすいですけれども、変身のポーズをするということは変身してしまうということです。いや、イコールそういうことですよね。はい、そういうことです、うんうん、もうこれから銀行強盗とか解決できません。は姿を見られたくないのです。あ、そうでしょ。松本が変身してんだよってバレてしまう。そうなんです。だから今度銀行強盗とかあった時に、僕がそれでパーって行った時にまっちゃんって言われたら冷めますよね。あ、そうやね。ね、うん、だから辛いんです。いやいや、ほんとエアでは映しませんよ。僕変身する前に一回すっぱだかになりました。服がビリビリになるの。キューティアルみたいな。それから新しいパーツがピシッ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 ってついてきますから。いやだからいいじゃないですか、テレビ映しませんって。その間もこう丸出しです。いや、それはしゃあない。あ、そうですか。おぶつとか出ますよ。だから僕エンジンしたら、あ、もうちょっとやりかけたら怖い。一回ビリビリになって、ほんでブリブリってうんこ出るんですよ。お前変身するの時間かかんねんな。あ、うんこっていうか、ほんまうんこじゃないんですよ。でも匂い形はうんこですよ。ただ何やねん。いや、これはいわば一つのヒューマンなんだ。あ、ヒーローになるために過去の汚いものを捨てるんですよ。うまいこと言うね。ほなほな、そう、向こうで変身して出てきてくる。あー、なるほどなるほど。な、あ、それは分かるような気がするわ。いや、それは分かるわよ、それは。ああ、うん、でもね、ちょっと明るすぎるんですよ。消し消し。そんなこともできるんですか。できる。ちょっとうっすら消すことぐらいできますよ。ほら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 。つけてつけて。今日何曜日。もう水曜ですよ。ふざけんなよ、ほら。寡黙やないか。どんな感じになるのかだけ教えたって。ほんなら変身したから、あーは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 ー、電撃防止っていう。どんな感じになるの、見た目は。アンテナがもうビーン、すっごい長い。何恐縮してんの。松本さんは占いの世界では一目置かれているそうです。はいはいはい。浜田さんの善意は何ですか、占ってください。それはもちろん自分のコンビ、相方になる人間の前世も知らんようでは。それ自分も自分で占ったことあるの。俺はもちろんその前はない。もちろんあります。ほな教えてください、自分と俺と。聞けへん方がいいと思うけどな。
かなりやばいからね。別にやばないよ。やばかってもええやん。でも嫌やで、へこむで。へこめへん？かなり。そりゃへこむやろお前。いや、かなりへこむ。いや、へこむんちゃうかな。ええわ、教えて。だから俺は知ってたよ、お前がそうやっていうことを。だから何や。だから喋ってる時も、あいつそうなんや。ちょ、待て待て。それはあかんで、お前。それいつ分かってたんや。いや、もう結構前に分かってます。結構前に。だから、ガキのスタッフはみんな知ってますよ。だからお前がおれへんとこでは、やっぱりね、雰囲気あるよね。ええやん、もう教えといて。何ですか。もうへこんでもええから教えといて。はいはいはい。あのね、これみんなびっくりせんといてね。そして、浜ちゃんファンも浜田のこと嫌いにならないで。うん、あのね、はい、真っ赤なウインナーやったんかなりへこむな。かなりへこんだ今。真っ赤なウインナーか。興味ね。興味真っ赤なウインナーって食べんぞ。俺でも昔お前にお前の前世ファミリアやったって言われたことあった。あ、それは前でしょ。ファミリアの前は冷蔵庫のあの卵を入れるとこやったからね。あれへこんだね。あ、これ言うとあかんかったかな。それが全体、しかそれが何個目か やってたああ、それは全体全体全体。ただウインナーは連なってる3つ目ですよ。3つ目か。中途半端のとこなんですよ。まだ下に4つあるから。せやん。これはきつかったですね。ごめんな、ほんまに。お前は何やねん、ほんま。何がですか。お前は何やねん。俺がウインナーやったとしたら。僕らも前は、まあ、言いますけどリーゼントだった。かっこ悪い。どこどこやねん、お前。なんでやねん、人様の頭の上でこうやってんだよ。松本さんに質問です、はい、カラオケで自分が歌っているのに他の人が曲探しをしていて聴いてくれてない時、どうしたら自分の歌を聴いてくれるようになる。これはありますね。カラオケを楽しそうにやってる現場をね、外から一歩引いてみたらね、結局歌ってるやつだけなんですよ。歌ってないやつはもう何か歌ってるか見てるからね。そうそうそう、あれほど悲しいもんはない。それはそうです。だからなんでかというとね、結局ね、説得力の問題なんですよ。例えば何を歌いましょう、あなた。私祈ってます。私祈ってます。なんちゅう歌歌うねんお前は。こも言うか。まあまあいいですわ。どんなんでしたっけ。体に十分。やっぱ恥ずかしいな。やろ、素やから、ね、体に十分、注意をするのよ。いや、マジで。あ、そこ念を押すんですか。念を押すんマジで。でももう曲は続いてますけど大丈夫。いいんです、遅れてもいいから言うんですよ。体に十分注意をするのよ。いや、マジで。お酒もちょっぴり控えめにして。いや、ほんまにほんまに。いや、ほんまにほんまに。いや、ほんまにほんまに。というか、この選曲良かったやん。、うん、まあ、この曲やったから良かったやん。爪がもう剥がれかけてるんですね。マジで。はい。うわ、ほんまや、なんで。めちゃ痛いんですよ。昨日チームファイトでなったんですよ。マジで。はい。もっと ここがないやつ履かんと引っかかる。やめろや。もうこの辺に来ただけでもうすごい恐怖心がある。いや、違う違う違う。だからこんなこっちでやるわ。
何ここがあるようなやつ吐いたらあかんで、ここ引っ張る。いや、それはこっちはこっちで痛いね、巻き爪で。ダブルで来てんねん、ダブルで。腰もね、ちょっと痛いね。いや、それは知らない。いや、もうダメなんですよ。それほんま気ぃつけなあかんって。いや、気ぃつけてもあかんやろ。これはもう死んでんねんから。違うやんけ、ベロッと行くでっちゅうとんねん。上にこうなってたらあかんっちゅうとんねん。わからんやっちゃうの、このだけで。わしは心配して歌ってんねやろ。俺あの龍馬やってる時もその爪がそうなってて、ブーツここ切ってたんやもん。ここがないブーツで、ここなんかあの黒いマジック塗って。お前それ天才バカボンやん。上にこうカバーがあったらあかんねんって。絶対当たってえらいことになるから、ね、まあまあ聞いてんのか。腰痛い言うてんの。まあまあお前のな、もうそんな苦労話はどうでもいいんですよ。苦労話しちゃえねんか。それで頑張ってたって言いたいんか知らんけども。だから上にやったらやかましわい。もうそんなスポコンの時代やないねん。もうええわ、もう剥がれろ。剥がせ。ああ剥がれるね。これからもガンガン剥がれていきますね。ああベロベロなれ。ああなるなる。引っかかれそれで。お前も死ねえや。なんでやん。なんで俺。お前が死ねえ。いやいやほんまにね、そう大変なんですけどね。しょうがないですよ。腰は痛いの何？分からんね。疲れすぎとかそういうこと。いや俺腰使えへんよあんまり。あなんやもうお前なんやマグロか。そうですそうです。僕はお前マグロな。僕はマグロです。マジで？ええ、相手もマグロですけどね。マグロ同士ですから。ただ単にこうやって寝とるだけやろ。俺の彼女は超マグロですから。今のワンタンだ。なんで腹立つねん。何が腹立つねん。いやまあまあええわ。うん、でもちょっと腹立つの分かるわ。なんかもうね、もともと用意してたみたいな。また雨不足言ってますけど。雨不足やな。まあ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 雨不足。あんなんでも絶対嘘やと思えへん。何が水亀がもうないとかな。水亀絶対嘘やねん。もう分かったやんねん。ええがな、別にこっちは不足してないし。まあそんなん言ったら電話かかってくんねん、なんちゅうこと言うねん言うてね。いやこう切ったらええねんから。切るぐらいやったら喋んなやん。もう喋りたいやんけ。お前が死んだら、お前が死ぬやん。お前こそ内臓お前殺したるからな。左手ネットお前ほんまトランク詰めてどっか連れてったるから。マグロさん、ウルトラ兄弟の末っ子の松本さんに質問です。はいはい、ウルトラの父が毎日息子たちに対して口を酸っぱく言っていた言葉とは何ですか？ああ、それはありますね。ウルトラの父っていうことは、あんたウルトラ兄弟の末っ子やったら自分の親父っていうこと？親父です。親父にはよく言われました。親父は厳しい人やったからね。自分なんやったん？ウルトラマン。は？もうアホみたいな顔して言われても。ウルトラマンちょんなんやろ。ウルトラマンは、あ、ウルトラマンカレー。何やろウルトラマンカレー。しゃあないやん、そういう風につけられても。まあしゃあないけど、はい、自分テレビでやってなかったな、ウルトラマンカレーか。うん、うん、なんで自分投げせえへんの。わかりにくいもん、ウルトラマンカレー言うたって。もう俺はええわって言われた。いやもちろん局の人は来たよ。いっつもあの手この手で。まあええわ、末っ子で。僕は筆箱で変身するんですけどね。あ、そうなん。はい、アホみたいな顔すんなって。筆箱でだって変身。いや筆箱開けたら変身。うわっって言うたら、うわっ言うたら変身する。うわっ芯折れてるって言うたらもう変身する。ややこしいでしょ、わけ分かれへんから。テレビ的はないねって、名前忘れたけどね、当時のその D に言われたんですよ。テレビじゃないよね、カレー君はとか言って。悲しいわよ、思ってね。もう出るか、思って。それ、ネタ見せみたいやんけ。まあ、ええわ、ほんだその親さんにずっと言われてた。とりあえず言われたのは、何をしても、うん、お前それどこがウルトラやねんって言われますよ。ほうほう、何をしても、まあ、それどこがウルトラやねん。例えばどこやねん。
いや俺はまたその飛ぶ時はねこうやでとか、はいはいはい、そういうことかなと思ってたんですけど、はいはいはい、違うんや、はいはいはい、例えばそうですね長電話ですよ、うん、長電話こうしてるわけですよ、ほんなおい家でなおい、うん、ただちゃうぞってまず言われるわけですよ。せこい親父やな、ただちゃうぞ自分で払うんかお前おちょ待てどっかのおっさんやん、だってウルトラの親やもん、おいおい自分で払うんかい、どこがウルトラやねんそれおかしいわ、こっちブルーなるんですよそれ言われたら結構切られたんやな、いやまあ嫌われてたんかもしれんな、よく靴隠されてたもんそんな親父のすることちゃうやんけ俺も必死で探すねん、あれまたないわウルトラで探せよって言われて、あ意味分かれへん、さその意味は分かるわ、なんかあもうあんたもやめときもう、あそれ誰、カレーばっかりっていう、それ誰ウルトラの母が言うの、あおかんが、あ私はカレーも可愛いって言うどうせ、うん、おかんは言います、私はもうカレーには面倒見てもらう気ないとはっきり言うからね実は毎年24時間テレビの放送中一人で走り続けている松本さんに質問ですオンタイムでね、実際ね、24時間テレビで赤井さんがゴールした時彼は何と言えば日本を爆笑の渦に巻き込めたんですか。お笑いというのはやっぱり緊張と緩和ですから、うん、あんだけガーッと緊張感持ち上げてますから、うんうんうん、あとちょっとこうくすぐってやればもうどか苦しそうでしたからね、そりゃそうです、そりゃそうです、なんぼでもありますか、そなんぼでもありますよ、教えてください。 NG ワードをまずそれじゃあ言いましょう、普通こんなこと言わないですよ、うん、だから言わんで、ま、言わんで、言わんでから言うから、いや言わんでってねえん普通はね、うん、いやだから言わんでっていやいやいや僕がやっぱり普通と違うのは、うん、あえて面白くないのを詐欺言うて、いやだから言わんでええんねん、いやいや言いますよそれは僕は言いますよ、オチの前のフリやろ、まあ、これは絶対ダメですよっていうのを言わないと正解が見えてこないんですよ、わかりますわかったな、はい、はい、NG ワードいきましょう、はい、NG ワード、まあ赤井さんが今帰ってきましたってこう来た時に、ペペロンチーノーっていうのはもう NG ワード、これは絶対やったらダメです、うん、でもこれでもええんかも分かんない、いや俺今やる前に言おうと思ってウケたからって帰るなよあの振りがあったから、はいはいはい、はい、正解、赤井さんの正解、ペペロンチーノっていうのはダメなんでしょ、これはもう絶対ダメ、はい、はい、正解も、うん、はい、じゃあ行こう、はい、ゴールふんふんふん、え、ああいうのはこう走ってきてこう上がってくるんじゃないんですか。いやもうほんならそう下にやったら C や、下から行って、はいはい、もう俺ここであの黄色い T シャツ着てるから、ここは武道館やな、はい、お前は誰やの。徳光さんはい、わかりました、それじゃあ OK じゃあ赤井さん、ガキ始まって以来ですよトークの間客席におるの、はい、5秒前、あ、4、3、2、1、あ、今赤井さんがこの武道館に到着しましたさあ100キロの道のりを見事完走した赤井秀和です。T シャツ黄色いっすねこれは、はい、これは、はい、NG NG かいな、これはダメ、そりゃそうやろな、びっくりした、いや本当にね、はい、往生したよ。それ誰今の。今誰になってんの。いやいや俺やん。俺の生声やん。あ生、すいません。あんなも
もんです完成品や思われたら。ああいやいや、これは申し訳ない、はいはい、もうみんな謝ってすいません、うん、ほんまもっとちゃんと謝ってすいませんでした。はい、もうええねや。松本さんちょっと足取り重いですけど大丈夫ですか。いや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 、もう全然大丈夫ですよ、はい、さあいいですか。赤井さんいいですか。ね、ちょっと待ってちょっと待って、はい、なんかおかしなやつがいるんでね。俺はでけへんな。どれがずーっと後ろからケツ蹴ってくるやつ。どっちやろ。まずいな。何がまずいね。これはまずいぞ。いやだから何がまずいね。もっとええ状況でできへん。いやいやいや、大丈夫だ。もちろんもネタは決まっとるんやけど。あ、ほんまに。ちょっと蹴らんといて。頼むで。言いたくて爆発しそうな。あ、ほんま。ちょっと待って。もう動画前に火はついとる。分かったから、ちょっとほんま頼むで。もうね、蹴らんといてや。もう彼女は水着に着替えとるのや。もうあ、お願いします。もう大丈夫ですか。大丈夫ですか、はいはいはい、もう誰も蹴りませんから大丈夫です、はい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 、お願いします。あ、どうした。あ、まあ大丈夫。お腹痛いの。いや、お腹は痛いよ。お腹は痛いけども中学生みたいなこと言うな。あ、足引っ掛けた。誰がいいな。足、転校生みたいな扱いを受けた。え転校生みたいな扱いを受けた今。こんばんは。さあ、ね、久しぶりのトークでね。ねえ、ね、一発目で。皆さんのあの期待に今日は添えないと思うんですよ。え、それはまだ何でですか。会長の方が芳しくない。あららら。あの一平ちゃんの大盛りを食べてしまいました。もうお腹パンパンに張ってしまいました。しかも今一平ちゃん 10% 麺増量なんですよ。もうお腹がパンパンになってしまいました。まあそんな中でも僕は頑張りますけども、まあしかしね一平ちゃん。俺は一平ちゃんじゃない。あ、君は一平ちゃんじゃない。もうあんたはもう20何名称。一平ちゃん言われてます。俺一平ちゃんちゃうやん。お正月どこ行ってたんですか。今年僕いいことないと思いますね。なんで。まあグアム行ってきた。あなたはグアム行ってたでしょ。行ってたよグアム。あなたと入れ替わりですよ。いやいやいや、さっきKマートで浜ちゃん見たよっておばちゃんに俺言われたで。だから入れ替わりですよ、あなたついてから帰ったんです。もう最悪ですよ。なんでグアムついていきなり、はい、イボジですよ。そんなもん今までのですかこれ。蓄積があるねん。さあこれからグアムで羽目外そういう時にイボジですよ。ジャックスカード言うたらこれグアムのホテルでできた何かですよ。長いプライセスですよ。やる気なくなるでしょ。いやなくなるでしょ。だってしゃあないよ別に。それに対していたのや。もう今は治りましたよ。治った。はい。それ引っ込んだっていうことじゃなく、その引っ込んだの意味が分からないの横にプクッと出来物ができたんですよね。横にできたあるでしょ。このここのとこにできたんですよ。のあたりです。いや古い。いや古い新しいじゃないでしょ。いやそれイボジじゃないわ。大丈夫や。何大丈夫だよ。ただの出来物やぞ。え、こういうのはイボジって言わないの。イボジは何なの。じゃイボジはそのとっから。あ、うん、そうそう。そういやそれは大丈夫や。もう治ってんやつは大丈夫。ちょっとね、山崎さんどついていいですか。あの子ね、あの子やっぱり、ね、宣言してどつかんで。あの子頭おかしいですよ。どうおかしいの。あのね、グアムでね、なんかショッピングセンターみたいなのあるでしょ。あれ何、デニーズのあるショッピングセンター、何あれ。デニーズのある、デニーズの張ってるショッピングセンターあるでしょ。いや、まあまああるんでしょう。そんなめっちゃめちゃ広いわけでもないですよ。はい。ほんで、まあまあ飯食うてね、うん、なんとなくショッピングセンターうろうろみんなで、まあまあ5、6人ぐらいでうろうろしてたんですよ、男同士でね。はいはい。ほんならなんとなくね、その自分の見たいもんも見つつ、うん、みんなを
背中で感じながら自分の見たいもん見るじゃないですか、ああいう時って。まあまあ離れんように、ね、離れんように、で、まあこれは見たいけどみんなもどうかなみたいな、で、俺はここにいますせーと音声入りますせーみたいな感じでこうやるじゃないですか。ね、もしこのズボン履いてみようと思って試着室言われても入りますせーやるじゃないですか。いやまあそこまでせんでもええやん。まあ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 、いわば、うん、あの子アホやから、うん、もうなんかもうふわそうですよ、勝手に勝手にもううわー行くんですよ。でも結局ね、もう山崎を探す感じ、もう後半から山崎どこやねん、あーなるほど、山崎どこやねんってなるんですよ、はいはい、もうみんなもう買い物もできんと山崎探しになるわけですよ、うん、ほな向こうからねおばあんが来て、えーめっちゃーんって来たんですよ。でもうとしなおばばあと思って、また写真とかなんか言われんちゃうかな思った、うんうん、あんたあれやで、もうあの山ちゃんが、うん、もうあのみんながはぐれてわからんからホテル帰るってタクシー乗って帰った言って言うといてくれておばちゃん言われてんの。はぁーかっかえろりキムやかっかえろりキム出てきたなおい。そう、あの子おかしくないですか。お前が探して見つかれへんのを、うん、そのおばあんとおいらは絶対に会うと思ったことがびっくりする。15人のおばあんに言うたんか。いや違う、1人のおばあんに言うとるだけや。そのおばあんがおいらと会うた確率とお前がおいらに会う確率と何が違うねん。いやむしろお前と会う確率、うるさいわ。もう考えられない、もうそんなストレスでね、もうほんまもうプッカプッカほいでホテルついてね、ホテルついてガッチャン開けたらもうこんなんですよ。うっそーん、先輩風やん。お前ね、何や先輩風なんか先輩やん俺より。やってることが。ねえ、あと嫌ですね、なんかシャツの隙間からおっさんが覗いてるのがもう。ちゃんと見てくれたらいいんですけど、こんなんなんで、すごい嫌なんですよね。すいません。何の話が。なんか刺されたな今絶対。刺されてないよ。大丈夫。何回刺されたような気になる時ないですか。いや刺されてないよ大丈夫。じゃなくて普通に本当いいよってテレビ見てたり、うん、ちょっと寝ようかなと思った時にチクッみたいなことないですか。あれは何なんですか。絶対なんか刺しちっちゃい虫が刺しとるんでしょあれ。それかもう皮膚が病んできてるとかそういうんじゃないの。その昔であれですか、うん、エントリーナンバーワン老化現象。ワンが老化現象みたいなことなんですかね。なんかまあまあそれはどうでもいいですか、はい、ペイオフですわ、解禁ですわな。えこれでもえらいことですよあなた。どうなんですか、マジな話、はいはい、4月でしたっけ、うん、どうしますあなた。何がですか。あなた貯金が、うん、あなたの持ってるその貯金が40億ええお前どこの世界にそんな金持ってる芸人おんだよ。いやここにおるがな。おれへんわ。なにそんな。まあじゃあいいですか、はい、あなたの貯金があるじゃないですか、はいはい、それを預けてるでしょ今、うん、家にあんの。家にないですよ。こいつ売れたら1000万しか返ってこないですよ。まあでもそんな。ほんで今銀行じゃそんないっぱいないですからね、うん、振り上げていっぱいやってたって、うん、潰れたら1000万だから3つに分けて貯金してたって3000万にしかならないんですよ。3000万にしかっていうか、それでも我々からしたらね。いやいや、お前言うてる意味が分かれへんわ。何やねんそれ。勝手に言うてるだけやんか今。どない預けてるかどうか分かれへんでしょうがよ。ああ、すいませんすいません。 それは何本ぐらいあなたが当てるのか分からないんですけど、はいはい、そういうことなんですよ。これはでもどうしたらいいもんかなっていうのは今最近僕悩んでるんですよね。でも家に置いてられへんでしょって。家に置いてられないですよ。しょうがない。どうすんのみんな。だから今マンション売れてるんですよねきっとね。あ、そうなんや。もう貯金するぐらいだったらマンションこだれと。あ、なるほどね。銀行つ違うんです違うんですよ、はい、人が大事なこのペイオフの話よりも完全に書いたよなお前。
チクッとしたからチクッとしました。それは大変な話で、ね、ほら全然どうでも、あのなんでこんな話になったのか何にもないですよ。でも、はい、どうすんのみんな、ほんま考えていこう。それあなたはそんな山ほど預けてるからそう思うんであってさ。で何本ぐらい預けてんの。はそれ、うん、いやそう分かんないですよ。分からんことあるへんよ、お前頭おかしいか。お前が稼いだ金が何本ぐらいあるか言うたらええやんけ。言えや、何本あんの。もうそんなペイオフとかどうでもいいわ、貯金何本あんの。せーの、なんでやん。お前絶対言えへんやん。何がせーのや。いやお前が言うんやったら言いますよ。青か、お前一人やん。自分お前が言うた後に俺言われへんわ。いやどういうこと。だってやっぱトントンってならなあかんのに、トントンはやっぱおかしい。客がうわってなりますから、それは言えない。すごいですよね、自分さ、はい、入ってくるの全部一人やで。一人でもうすぐ金を牛耳ってるやん。お前さ、お前さ、お前が思てる俺の乳首をの的を得てへんけど。いや、俺は別に的を得ようとして。今は的を得たわ。さお前さ、はい、お前さ、何やねんさ、共働きやないか。ごっつ儲けてるやん。青やこいつ。いやほんま本当に、いやほんまに今日は何ですか、頑張っていこうかなって思って、まあ、新鮮な気持ちでね、マフィアやっていかなあかんなっていう感じですよ。違うんですよ、はい、先週ね、はい、来週これで行こうって言うたわけじゃないでしょ、はいはい、この間いろいろ挟んでるじゃないですか、間挟んでるでしょ、はいはい、だからもうみんな忘れてるんですよ。で客もそんな全然忘れたでしょ。僕が小学校の頃ぐらいまでは必ずお揃いの衣装でステージに上がっていたお二人ですが、どうしてお揃いをやめてしまったのですか。うん、いいですよ。じゃあ今度、来週かどうか分かりませんけど、はいはい、今度ガキの時は、うん、ガキのトークの時は、うん、お揃いで出ましょう。そんなことも言うてたかなぐらいの感じでしょ。スタッフもそうなんですよ。でなんかみんなちょっと半笑いの感じで。こいつらやろ。そうちょっとニヤニヤしてる、ちょっとニヤニヤしてる感じと、こっつむかつくんですよ。っていうか、なんで俺がお前の方に合わせてんのかがようわからん。いや、お前が俺のに合わせたらえだけの話なんちゃうか。そんなん別にお前スーツ一緒に来たってさ。すごいですよね、これかわいいもん。ナンパダウンがあったでしょ。ナンパダウンがありました ね、 ありえないですよね。まず手に取らないですからね、その服を。しかもこんな なんて言うんですか、こういうの。胸クソ悪い格好ですよね。まあまあいいですわ。あなたあれ電化製品強いですか。いやそんな別に何物は何何でもそうですよ。例えば携帯の、はい、あんなんとかいろいろ分かる人ですか。あんなんとかっていうのはだから何いろいろ活用できる人ですか。それは例えばどういうこと。そのなんかそれでチケット買ったりとかそういうこと。ああまあそんなんもそうですね。ああそんなんやったことない。あとパソコンとか。パソコンで。パソコンでなんかいろんなインストールできる人です。そのことはあれ。いやそんなあんまり使わないですか。ですよね。うん、で今ほらこんなん iPod とかあるじゃないですか。あるあるある。で僕そんなパソコンからね、うん、あれパソコンからじゃないとダメでしょ。そんなんもようわからんので、まあパソコンから入れんでええやつあるでしょ今。あそうなんや。ちょっともう線つないでいけるやつが、でこれをこうってこれ買って、ね250曲ぐらい入るんですよ。あそうすごいね。十分でしょそれで。十分で、やったんですけど、なんでしょうね、アホなんですよお前が。うん、誰だよ。ノリキラーお前みたいに言うな。で、あれどういうことなんだあれは。その例えばアルバムを10曲入れたいときに、ちゃんと1個ずつなるでしょあれ普通。
MD とかに入れたら、はい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 、こいつならないんですよ、はあ、あの2曲が1個にされてたりするんですよ。だからアルバム10曲入ってるはずのアルバムを、うん、あもうダビング終わったかなと思ったら見たら8曲ぐらいになってたりするんですよ、うんうん、ってことはなんか2曲が1個にされてるんですよ。このなんていうんですかね、この曲感を読めてないんですよこいつが、うん、アホやからね、うん、でこれではいかんということで、曲感をちょっとでも空いたら、もう一曲や次の曲やでっていうことを教えてあげることに したんです。もうええよ説明書でもうちょっとでも空いたらもう次の曲なんやでっていうことを操作してやってあげたの、はい、ね。でこれでもう多分そんなことにはなれへんわと思って、でこれ長渕剛の乾杯のアルバムを入れたんですよ。ああ、なんか古いやつを、ね、はい、あれ多分全部で10曲ぐらいなんですけ どパッて見たら14曲ぐらいなんですよ。じゃあ何やねん、なんでこんなことなってんねんと思って、でとりあえずガーッ送って、まあ、ある大胆のとこでパーって聞いてみたんですよ。あーれー、入ってんねん、これだけで1曲にされてる。乾杯させてもらってないんですよ。時も抜かれるでしょ。うっさいなお前。やり方が悪いとかじゃない、考えられないですよね。いやだからお前のやり方が悪いとかじゃない、違うんですよ、こいつアホなんですよ。これね、イヤホンのところからやるわけですよ、うん、だからその、うん、びっくりするようなことが起こるんですよ。このステレオのボリュームを上げるじゃないですか途中で、言うてる意味わかる、うん、わかる。そんなん別に上げたってええやんか、うん、おい、はい、ダビング終わりました。ああ聞いてたらうわーっ、うっそー、そのまま、お前デジタルかと思って、そのまま入ってる、そのまま入ってるんですよ。ほんま、イヤホンの穴においおいって入ってんちゃうかっていう感じなんですよ。安いんちゃう。安ないわ、もう3万ぐらいすんねんぞ。どういうことなんやろ。じゃあそれちゃんと言いに行ったら、俺だからさ、やっぱりこうなんやろね、 CD アルバムとか出すときにちゃんとその曲終わりでなんかこう信号みたいなもん発してんのじゃないのか。それを MD とか受け取って、はい、あ次の曲ね、はい、曲終わり、はい、曲終わりってやってると思ってたんやけどな。そんなことなの。いやー、それ分からん、もうその機械やろ。だからでも不良品とかじゃないの、もしかして。そんなわけないやんけお前、そんなこんな時代に。いや時代にだって不良品はや何もでもあるでしょう。おかしいな。ちゃんとした電気屋で買った。ちゃんと逆にそんな電気屋っておもろいから行きたいわ。いやもうね、やっぱりね、なんか潜りのついていかれへんことになっとんねんな。いやだからさ、無理せんでええやん。じゃあやってもらったらええんちゃう、誰かに。これでもね、これもうだから俺言われへんねんけど、あんま言われへんけど、炊飯器もらったんですよ。まあそれいいんですけど、早炊き機能みたいなのがあって、もうこっちややこしいんですよ、うん、とにかくもう何やこの何画面がもうごっつでかいですからね、うん、でそこにも何やいろいろ書いてんねん、もう訳分かれへんから、うん、もうでも早炊き機能やるてるぐっと腹減ってるから、うん、めっちゃええやん思って早炊きってやったよ。ほんなら20分ぐらいでほんまにピピピピ言うて、うん、わあこれはいいもんやなーってガッと見たら、もうガチガチや。何だこれ、心配に分かんない。なんでこんなことになんの。使いこなせてないんですよ単純に。そうなんかな。そりゃそうですよ、ちゃんと読みましょうよ。おかしいなことになりよるわ。あれ今日はちょっとやばいです、やばいです、やばいです。本当に分かった今。ほんとごめんなさい、出てきていきなり君たちに喧嘩売るつもりはないんですけども、はい、多分君たちあれでしょ、我々のことそんなに好きじゃない。
あれなんですよ、分かるんですよ、大体ほらこっちから出るときは浜田さんから出るじゃないですか、はいはいはい、で浜田が出てから僕出ますから、うんはいはいはい、その時に浜田の声援を大体僕やっぱ聞くんですね、うん、でまあなんぼが確かに人気はないですよ、人気はないけれどもそれにしたってなんやこのシャバシャバっとした感じで、まあまあまあ浜田やからやろ、俺が出ていけばみたいな、ほんだらまたふーんダブルでみたいな、なかなかのもんですよ、なかなかのこれだけちょっとほんま言わせてください、どうぞ、ちょっと怒っていいですか、また怒るもう言わせてくれよ、いつも怒ってんねんか、いやいや怒ってるというか、怒ってるわけでもないんですけど、いいですよ、この時期いつもそうなんですけど、はい、今何月ですか、これオンエアいつですか、3月の末ぐらいですか、うん、このぐらいの時期にね、天気予報をね、うん、見ますとね、はい、もう絶対にね、ね、うん、もう3月なのにまだ寒いですねみたいなことをね、うん、言うんですよ、はい、でこれ普通のあの一般的な会話でも言うんですよ、でもう3月なのに寒いなって言うんですよ、はい、で僕もう本当これっきりにしたら、もう毎年もう何年も前から言うてるんですけど、もう本当これっきりにしたいんですけど、はい、3月は寒いからいやまあそう、なんで忘れんの、3月寒かったことをなんで忘れんの、毎年もうさ半ば過ぎたらさ、そろそろ4月やからもうええ加減あったかなってもええなんで直せんのあったかなってもええかなって、もう腹立ってくるんですよ、なんか店行っても言うんですよ、まだ3月なのに寒いですねって、だからね花見とかしたことあるでしょ、3月寒いでしょ、3月は寒いやん、なんでそのことを忘れんの、絶対覚えといて、もう本当に嫌なんですよ、ごめんごめん、いやまあ絶対言うなよ、いや俺言ってないやんか、俺別に目の前に、いやお前は言うほんま言うんだよ、いやじゃああんたの近くに言うてるやつおるわけね、いや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 、もういっぱいいるんですよ、ほいでね、これをじゃあ皆さん覚えて帰ってくださいよ、はいね、はい、四季があるでしょ日本には、はいはい、でアホやから、うん、四季があるわみたいなことで、ほんで12ヶ月かみたいなことで、はい、ほんでもう3ヶ月ごとに四季があるって思ってしまい込んでるんですよ、はい、言うときますけど10月からもうちょっと寒いからねそれは分かってますよ、はい、後輩中みんな10、はい、10、11、12、1、2、3、4、5、このぐらいまで寒いからね、8ヶ月寒いですよ、5月に寒いちょうどない、あるわボケアホ、10月もまだ寒いからね、10月も、いや10月は分かる、5月にもう寒いちょうどないんちゃう、あお前ほんま、あお前あよう言うなこれ大坊5月十分寒いから、そうか、寒なかったらお前あんな、お前鯉が泳げへんやろ、あ鯉のぼりやろ、そう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 それ、うん、ごっちょあのねもうほんとね、君たちに言わないといけないのはね、喉元すぎればっていうことですよね、喉元すぎればこの場合寒さを忘れるってか全然相方受けてないなんかワイプみたいな感じね、はい、まあまあどんなことがございますか最近、うん、これ不思議なことがありました、ね、不思議なことっていうか怒っていいもんやらどうやら、なるほど、駐車場マンションの駐車場をね、うん、シャッと開けて、うん、まあ、行こうとするじゃないですか、うん、タクシーがねうわーって来てね、そうそう行こうとしてるんですよ、もうなんかパトランプみたいなのもう待ってるんですよ、はい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 、タクシーがえーって真ん前に止まって、うん、客を降ろすんですよ、なるほど、前でも後ろでも全然大丈夫なんですよ、うん、もう完全に、うん、
確信犯的じゃないですか。なるほど。でこう普通、あなたなら普通ならどうします？僕は待ちますね。いや、まあ、待ってもいいんですけど、うんうん、ちょっと、どういうことってちょっとイラッと湧きますよね、腹立ちますよね。あ、まあそうかな、一瞬ね。え、なんでここなんて、今だって出なあかんのに、うんうん、ちょっと前かちょっと後ろでいいわけですよ、うん、ほのね、タクシーの運転手がね、ぐっと謝るんですよ。ほんでね、降りてきたおばちゃんもね、すみません。うわ、ええやんか。いや、でもいや、そこが、そんなに謝るのなら、何この感覚。いや、ええやん別に、こっち謝られるんですよ。あ、ええやんか。いや、でもなんで、でもおかしいですよね。何この感じ。この間清志郎におったんですよ、はい、ご飯食べに行ったらたまたま。それは合うでしょう、はい、うん、たまに来はるいうのは聞いてたんですけどね、うん、で、まあ、来はるの知らんかって、うん、で、まあ、来てたら松本君って来て、うん、もうちょっと酔うてたんでしょうけど、で、僕もそろそろ帰らせてもらうわ、うん、これは君のおごりでねみたいな軽いギャグ言われて、まあ、そんなに受けなかった。言わんでええやんね、そんなこと言って。うわ、まあまあ、どうしたもんかなと思いながら。で、多分酔ってたんでしょうね、うん、ほんまに、うん、マッチョによろしく。それはもう訂正せえじゃん。それはもう訂正、はいはい。って言いながら、わー帰った後、山崎とかで完全に今、マッチョによろしくって言うてはりました、ね。そのうち君のこと見て、ヘレン。僕ちょっと一個したいというか、皆さんにお伝えしたい話があるんですけど、多分もうこの話するとね、みんな嘘やって言うと思うんですよ、うん、あなたも絶対思うと思う。まあまあ聞いてから。でも僕は基本的にこういうトークっていうのは嘘は絶対ダメやと思ってますから、本当のことしか僕絶対言わないですからね。ですごく嘘に感じられる話なんですけど、嘘ではないんですけど、まあ短い話ですけど、いいですか。一昨日の出来事なんですけど、はいはい、まあまあ聞いてからね。車乗ってたんですけど、はい、で右回らなあかんかったんですよ、うん、で右回らなあかんなと思ってたんですけど、軍手が落ちてて、軍手がこんな感じで落ちてたから、何が落ちてますか。マジでマジでびっくりしましたよ。と思いましたもん。それだけ。いや、これだけなんですけども。いや、でもびっくりしません。それは、ね、曲がったことにかい。いや、なんか自分のその老化的な部分と、いや、それを見て曲がってしまった自分にかい、自分にびっくりしたんですよね。あ、うわー、俺もとうとうここまで。しかも綺麗にこんな感じじゃないですよ。なんかこんなんで、ちょっとあやふやじゃない。ただあやふやですよ。全部にうわーって思ったんですよ。まあちょっとそれをね、皆さんに、まあ何ちゅうことないんですよ。まあ、オードブルリッツ代わりにね。もうまた乗ってるやん。リッツだけはあかんやろ。まあまあ、ほら、これを食べて、今日はこれを食べて帰ってみたいな話じゃないですよ、はいはい、すっごいしょうもない、もうちょっとした話ですよ、はいはい、いや、それはわかります。これがもう昨日今日の若手ながら、もう鬼の首取ったように喋るでしょうけど、まあ、もう僕ぐらいになってきたら、このぐらいのことじゃ別に。いつまででも引っ張るつもりはない。いや、もう喋ってけ。あれ車乗って、もういい。あ、僕思い出しましたわ。皆さんね、ニュースとかあんなんね、信じたらダメですよ。今ね、なんかね、自転車、ママチャリあるじゃないですか、うん、あれの前に乗せなあかんようにしようみたいな運動があるんですよ。後ろは危ない言うてね、うんうん、それでね、ヘルメットをかぶそうって言うんですよ、ガキに、うん、じゃないと死亡するかもわからんみたいな、はいはいはい、で実験や言うてね、うん、なんかね、ママチャリにね、もう人形を乗せるわけですよ、はいはい、メットカブさんとですよ、うん、なんかもう人形をボーンと乗して、うん、ママチャリをバーン倒すんですよ、うん、ほんならね、ダーン。そんなしつこくやらんでいい。いや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 、
人形や。いやそれはまあ人形ですよ。本物の人間は手つくそんなもん。もう蒸したでかいこんなんや。倒したすらうーなるわ。しかもおかんもおかん前乗ってであんな倒れ方しないでしょ。まあまあどんなおかんやねん。いやそら調子悪い時もある。どういうことですか。調子悪い時おかんも調子悪い時もある。あれ知ってますか、あれレディース専用車両。うーんそうなんね。電車でできたんですよ。おうおうおう。で何痴漢が。そう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 痴漢防止みたいなところで。なるほど。ほいね、うん、それもね取りすぎなんですよ車両。多分ね1車両か2車両ぐらいでいいんですよ、うんうんうん、それをまあ一応かな。もうすぐ取ってるんですよそれを。ほいでねもう割れてしまいましたけどクラックラなんですよ。えものすごい優雅に女性は炭鉱文文庫本が流れながら。えマジで。もうガラッガラなんですよ。もう朝とは思われへんんですよ。ほんでカメラでこう撮ってでしょ、うん、撮ってたら向こうの車両が映るじゃないですか、うん、向こうの車両のドアおっさんとか。ちょちょほんまにほんまにお前もこれやりたいからやほんまやねんて。もうほんまにびっくりしますよ。めっちゃおっさんらかわいそうやったもん。なんて一方横の車両ではもうコントやコントですよ。などうですかその女性占領車両できて言うて嬉しいですもう今まで怖かったからとか、うん、これでやった安心して乗れます、うんうんうん、言うてるやつ全員漏れなくですから、ね。でも安心できるようなやつばっかりですよ、ね、だから結局女の方に乗られへんかったおっさんが余計に来るわけですからね。あれは問題ありますよね。分からんこの中でも乗ったことある人おるかも分かる。あ今まだあるんでしょ。乗ったガラガラやろ。乗ってんねや。ほらガラガラって言ってるやん。で隣の車両おっさんこんなのって乗ってないよ。すごいんやってほんまに。みんなもなんかジュリーみたいなんとか。それよそれ言いたいだけやろ。ほんなみんなジュリーみたいなってやつやな。まあまあ、でもいろんな後輩が今増えてるでしょ当然。吉本ね、いっぱいいますね。あいついるじゃないですか、大山っているじゃないですか。大山吉本新喜劇の福山のモノマネするやつ。はいはい、あいつアホですね。あそうものすごい小煩悩なのよ。へでその小煩悩もちょっと同行してて、うんうん、で上の子が2歳ぐらいで下の子はまだもう赤ちゃん。なるほど。もう長男が可愛いってしょうがないって、うんうん、もうその今その子がブランコにはまってんねんて、うん、でブランコ行こな行こな言うてなマー君言うらしいけどマー君ブランコ行こか。ほんで行ったらなんか女の子がちょっとやってたんですって先に。先にね、はいはいはい、2、3分は待ってたらしいんですけどもう我慢できるようになって「おいもうやろ!」。いや実はこの間もやってしまいましたって言って。で今度はそのマー君が滑り台に今度は滑り台にハマってて、はいはい、で行ったらもう先に子供が2人裏おってんて、うん、でもう前のこともあるからそんな人あかんと思うから「うん、遊んだってなマー君と」って言ったら。その頃はものすごいちゃんとした子でうーん言うて、うん、で一緒に遊ぼう言うて滑り台でなんや競争しようみたいな、はいはいはい、なって、うん、これなんかバーって走っていって階段タタタンって最初にザー滑ったもんが勝ちみたいな。なるほど。ほんならよその子がバー勝って、うん、僕1番って言うて、うん、でマー君が僕2番って言うておーエロエロい、うん、もう一回やれ言うて、うん、でもう一回やってもう一回やった時にまたその1番のやつが、うん、バーってまた1番になったんですよ、うん、また1番って言った時にそれが出ましたよ。早すぎるわ。もう一回やるって言うて行く時にその一番のやったやつのズボンガッて掴んだら行かへんよ。スタートちょっと遅らせたら最低でしょ。あそうそうDVD をね
山崎森マン対決の DVD をね、うんうん、出す、出そうぜっていう話があったんです。過去のやつもそうなんですよ、全部入れて。でこれ僕本当別にいい人を気取るわけじゃないんですけども、これ僕菅さんにもバシッてバシッ言いましたけど、これは山崎と森マンのものやから、これの売り上げはもうそのダウンタウンとかねそういうことじゃないから、山崎に家のローンもあるし、いやまあそれはわかる、そういうふうにできるだけ山崎に還元してあげてくださいねって僕ビッシーまあ菅さんちょっと泣いてましたよねこれはうちのもんではない、これはね、はい、山崎もおりまして、何やのお前必死なってよ何やの、ものすごいええ人になりたいのか、まあええ人っていうか本心でね、で種馬マンにもやってなっていういやそうやってやれ、日々綺麗になっていってるから昨日より今日、今日より明日の種馬マンにあげてね。この間種馬マン久しぶり見たけどぶっさぎやったわお前は綺麗綺麗でしたけどまあまあそんなことで、いやもう全然関係ない話ですけど、宣伝とかもうほんまそんなんじゃないんですけどね、なんかありました最近の、なんか踏んでもうたとか、あんまないな、もうこの間もうまたちょっともうあの何教育的指導してしまいましたよ。誰に対して？の店員相性悪いな。じゃあ相性悪いっていうかね、ゲームとか買ったことある？あまああるかな。ああいうとこでなんかこうバーって棚に並んでて、はいはい、あれサンプルじゃないですか、はいはい、であれ持っていったらねえ、あれを簡単に持っていくわけです。あれ容器は空でしょ。そうそうそう、ほなね、後ろ引き出しを開けて引き出したら出しよるやんか。はいはい、あれ B でええやんか、なんかねガサガサパタンみたいなさ、いやもう出たてのゲームをなんでどこに入れたか分からんようになってんの。そういうことな。なんかまたパカーンパターンみたいな古いやつちゃうのにね、ガターンみたいなね、パパパパパーンみたいな、なんかやってるんですよ指挟んで、ね、何やねんと。新しいんやから。これね、これね、結局トータル15分ぐらい待たされたんですよ。これくれ言うてからね、ひどいっしょ。もうね5分後にはねもうねもう買う気ないんですよ。なるほど。もう切れたろう思て、切れるために待ってるんですよ。もう結局15分ぐらい待って、お待たせしましたお客様って言った時にもうね、僕ももう本当もう嫌なんですけどね、もう41歳、もう嫌なんですけども、おい俺はもうしばらくないなまあええわ、聞こう。何してんねんと、何やねんこの間は。はい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 、ないもんね、うん、今これこんなゲームないですかって言うって調べてくれてんなら分かると。分かる。お前らが置いてる言うからわしゃ高騰にこれをください言うてんのに、しかも出たての今一番人気のやつですよ。そらせえ、それが何をなくなることがあるの、そらせえ、何の町、何の町っていうほら申し訳ございません、いや違うね、申し訳ございませんじゃなくて理由を言うて、理由を言うてっていう、申し訳ございません、いやじゃだから申し訳ございません、申し訳ございませんじゃなくて理由を言えやお前らが15分も渡して理由も言われんのか、いらん何て言うの、いらんもうピューですよ、いらんっていうか運が悪い、なんでしょうかというか教育的指導はしてないやん、いらん言うて出てたからこういう時はこうあるべきじゃないのかっていう思い方はしてない。もうでもやっぱりもうほぼ泣いてました、ありがとうございますと、ありがたき幸せみたいな、もうブラも外しかけてましたそれは。なんそんなこと言うんやろね、お前だよ。いらんやろ。そう、いらないですね。全然関係ないもん。本
ちょっともう本当にイライラすることが多くて。なるほど。久しぶりにやられましたよ、この間。何を？佐々木って、フジテレビの佐々木って、うんうん、あいつもまあ大阪のやつなんで。うん、で、僕二人で、うん、タクシー乗ったんですよ。はい、で、二人で大阪弁やんか。うん、久しぶりに、もろにやられましたね。何を言う？回り道。あ、知らんやろと思って。もうこっちは道全部合ってるわけですよ。で、六本木ぐらいから乗ってね。で、すいません、目黒まで行ってくださいって言うたら、なんかその、なんやろ、青山の方からずっと行って、もうどう考えても絶対右曲がらなあかんとこ、左にバーって曲がって、え、なんでなんで？なんでなんで？って思って。で、お客さん、こっちの道はね、右に曲がれないんで、麻布の方から行きますねって言われて、うん、曲がられへんって、お前は曲がられへんって言われて。怖がってはるよ。言うたんですよ、はい、これ僕もびっくりしたんですけど、お前曲がれもせんとこを曲がるように確信やないかと言ったら、そのタクシーの運転手が、うん、すいませんでした、そうでした、そうでしたって言うんですよ。ほんならね、車内で3人ね、照れちゃったのよ。なんかなんか担任とも照れてもうて、わっついな。もうまあ怒りたくはないんですけどね。コンビニ行ったんですよ、はい、結構並んでたんですよ。でレジ1個しか、あれ腹立つね、うん、レジ2個開けろやと思いますよ。まあまあまあ、でもほら夜中夜中夜中、ああもうでもね、結構5、6人やったんですよ。で、俺2番目ぐらいやったんやけど、うん、俺の前のやつがもうサラリーマン、ええおっさんですよ、うん、焼きそばこう取るんですよ、あの、うん、できた焼きそばですよ。で、温めますかって言って、うん、はいって、ね、ええやん、まあ、言わせてもらっていいですか、もうはっきり、もうはっきり言わせてもらっていいですか、うん、じゃあレンジぐらい買えよ。事情があるやろが。おかしいかな。おかしくない。だってね、今ね、もうそんなもんね、何千何百円ですよ、電子レンジなんて。でさ、買われへん人もおるやろ、そら中には。あ、そうですかね。これを言うとまた俺悪者なんやろな。いや、さもなくば、はい、もうごっつ並んでんねんから、はいはい、もう冷たいまま食えや。これはあかんやん。これはおっちゃんもあったかいの食いたいやん。お前それ悪い男やな、お前は。悪いかな。そりゃそうやろ、映画の、はい言うて、それから何や。いや、じゃあ別に何もないんですけど、それがムカついた。それがもう腹立っていて、もうじゃあもうレンジぐらい買えやって。でも全然ここまで皆さん共鳴してくれてないんで、これ以上俺もう言いようがない。しゃあないですよ、そら。ないもんないやんか。そうですか。ああ、じゃあもう僕の、僕が悪いんですね。はい。いや、そうしゃあないよ。ちょっと待ってください、やっぱあかん、このまま僕は終わりたくない。何々。昔はね、じゃあ僕ら子供の時はね、はい、その何ですか、電子レンジって言えばね、もうそれはもう高嶺の花ですよ。そりゃそうですよ。なかなかそんなもんね、家になかったですよ。ないない。でも今日日ですよ、このご時世ね、うん、そらね、ディスカウントストアでも行けばね、多分5、6千円で売ってますよ。もうガキの使い始まって、これだけ静かなことしてる。で、ね、みんなにしたら、あ、その話まだ行くんですよ。僕はね、こう見えても、あなたはサディストでしょ。 S じゃないですか。で、僕言うときますけど、マゾですよ。ド M ですよ、あなたはね。ね、うん、で、今客がもうすごく、俺一人がもう完全に俺一人が違う方向に行ってますよ。はい、もうまあいわばもうアウェーですよ、はい。もう完全に俺はもう外の人間みたいな感じになって、はいはいはい、ゾクゾクしますよね。アウェー。こっからどう大逆転していくか。あと5分後、10分後、松本さん、あなたが本当に正しかったです。はいはい、ごめんなさい。なるほど。まっちゃん、かわいい。それは僕なの。顔小さい。意外と長で見たら顔小さい。いや、言われたいのか。ずっと押すけど。で、俺は刺す自信がありますよ。あ、そう。はい。どうぞ。
こっから僕の畳み掛け巻き返し、うん、やらせていただいて、どうぞやってください。買えとかなんとかね、もう金の話になったら絶対みんな思うよ、うん、そらお前は持ってるやんけと。ああいや だからみんなが食いついてけへんのよそういうこと言うから。僕もね、うん、昔からね、うん、お金持ちやったわけじゃないんですよ。声がちっちゃい。うちね本当に本当につらかったんですよ。まあ分かりますよ、それは。そうでしょ、はい、うちの兄貴なんかね鉄の弁当あったでしょ、うん、あんなを家で持って帰ってきた時にね、鉄ってアルミのアルミのやつね、なんか学校で残したんですよ、うん、なんか弁当食べる間はなかったんかしらんけど、うん、で学校が帰ってきてから昼弁当抜きやったわけ、うん、もうあるわけですよ、開けたらもうそのまま、うん、でこれ食べたいんですけども、まあ冬でしょ、冷たいですよ、はいはいはい、でこれもううちの家なんかレンジ電子レンジなんか当然なかったですから、うん、当然、うん、ほんならね兄貴何をすんのかなって俺見ててんけど、うん、コンロバーって火つけて涙止まらなかったんですよ。お前かお前マジして、兄貴人志なんでだけやろかね。そんな時代を乗り越えてきたわけですよ。はいはいはい、分かってもらえますか。幼少の頃にね、はいはいはい、それが時代が経て来た時にね、はいはい、姉ちゃんが嫁に行ったわけですよ、はい、でもまあうまくいかんかったわけですよ。ほんで姉ちゃん離婚して家戻ってくるっていう時に、まあ、正直慰謝料ね、今なら何歩ぐらいなんですかね。いやもう分かんない。まあ皆さんどのぐらい儲けてはんのか分かりませんけど、でもうちのお姉は帰ってくる時に慰謝料を旦那から取ってこられへんかったんですよ、うん、旦那も金がなかったですから、はいはいはい、その時に持ってきたんが、うん、電子レンジやった。慰謝料が電子レンジやったんですよ。それを見た時にうちのおかんが第一声に「よかった」って言ったよかったこれで温めれよみんなでチーンって聞いたときに、おかーひろしーこんなに声援ある思いがあった。いや、それはそうでしょ。お客さん見に来てるわけですよ。あ、そうなんですか。はい、またこんな失敗はもう二度とするもんかと思ったね、うん、ことをまたしてしまったんですけど、はいはいはい、昔は浜田と二人で中二中三ぐらいのときに、うん、買い物行った時に、うん、レコード屋の前にワゴン積みのセールがあって、あった沢田研二、沢田研二特集っていうのがあったんですよ。1000円でカセットですけどね、買った買うたのね、うん、ほんならもうね沢田研二のジュリーのヒット曲が全部入ってんね、うん、もうこれで浜町言ってマッサー言って全部入ってんな、ジュリーのやつが。でこれは絶対買わなあかん言うて1000円ぐらいやからこれは安い言うてこれ買って2人そうそう聞いて、で聞いてたら、うん、な「たーきーあー」言うて全く知らんおっさんが歌ってるの。あれや、片手にピストル誰やねんこれ。覚えてる。であんな失敗俺は二度と繰り返すまいと思ってたんですよ、うんうん、でこの間ねうわパッて見たらね、まあ、今はもう CG ですよ、時代は変わって1950ぐらいでね、もうね沖縄特集なんですよ、もう全部入ってね、ブームの、ああそういうやつか、島唄から灘曹操、うん、何ですか、うん、もうビギンからザワワまで全部入ってる沖縄特集、これが1950円なんですよ。あそれは浜ちゃん世界的に愕然としたんですけど全部オルゴールなんですちっちゃい、まあ、ちっちゃい字で家帰ってから気づいたんですけど、この CD に歌は入っておりませんって書いたんだよピン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 ザワは言うてないんですよいや、未満たにこの年でやられた夢にも、そうですか、はあ、本当にねびっくりしましたね、あれだけ僕
プレイボーイで連載してるんですね、うんうんうん、であのドッキリちゃうかなって一瞬思ったんですけど、うんうん、あのインタビュアーの人がもう長いんですよ付き合い、うん、インタビュアーの人がね僕はもう結構いろいろバーこうカセットで撮るじゃないですか、うん、でどうですか松本さんみたいな話してたらあって結構熱く喋ってたらって すいませんってどうしたんですかって言うんだら鼻血がドバドバドバって出るんですよ急にねちょっと横になったら大丈夫って言って大丈夫ですか続けてくださいって言ってここでこうしながらね楽屋でそうかほんまやねんってこう続けながらああはいなるほど絶対笑ったらあかんし笑ったらあかん言うか面白いなそれほい で大丈夫ですってまた起き出したらねもうシャツにバッチがついてるからこれを僕がまた喋ってたら気になるらしくてその繊維を吸い出したんですよじゃあほんまにほんまに吸血やんと思って言うてないやろ吸血だよと思ってそれなんか仕事終わったらその後に楽屋来て やるんや、うん、そう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 たくさんいますね、はい、まあでもあれですね、はい、お客さんもサッカー日本負けたのに元気ですよねいや笑うとあれ負けてへんあそうですかまだやってる言うだったらちょっとおもろいかなやばいちょっと気になってんのなってるかいなんなも興味ないでしょどうなんでしょうね全然興味ないわいや僕もあんまないんですけどでもやっぱ気にはなってるんじゃないのどうなんちょっともう松本ええでもう早めに喋るやみたいなテイクあるんじゃないですかね本当 なんであんなみんな熱狂できるんでしょうか分かれへんあんな時だけでしょでも普段あんま言ってへんほいでねあ見た見てないよなそれ見てないよなここでおってる客おれへんからおかしいねなんかあの高校生サッカーみたいな感じだよねなんか昼間のなんか、うん、なんやろまあちょっと気持ち悪いわね気持ち悪いですねあんま言うたらあかんみたいな空気ですよあんまりえなんでなんで言うてほしくないの、うん、言うてほしいのどっち日本語わかるまあまあ皆さん知らないでしょうか、はい、僕はあの楽屋見てましたけど、はい、今回玉3つありましたもんねあるわよねなんで玉を3つただ僕はねちょっと今楽屋でも切れてたんですけどサッカーに限っていつもねアウェーアウェーみたいなこと言うでしょアウェーアウェアウェーってあなんでなんですか他のスポーツではあんま言わないじゃないですかなんでサッカーばっかりああって言うの敵国みたいな感じでさあなんでなんですかいや敵国っちゅうか別にだってね野球やろうがバレーやろうがですよ、うん、他の国でやるじゃないですかあんま言わないでしょそういうことサッカーはめっちゃ言うじゃないですかはいはいはい、何ですか精神面がカッツ弱いのすぐ帰りたい帰りたいみたいな感じなそれは知らんよそんなそれなんかみんな言うたらみんななんかなんかね苦虫噛みつぶしたような顔されてるんですよいまだ答え分からずですよああそうなんでなんですかいやいやいやもうそ言い方やからそれええんちゃうのそれでいやカッツ言うんですよそれをもうサッカーはめっちゃ言うでしょいや俺だけ俺がアウェーいやそれ言いたくないちょっとあの浜田さんが気分を害するような話を僕聞きましてね何何どういうこと、ちょっとそれを言うてやろうと思ったんですけど俺が気分を害するの、まあちょっとタブ君なんですけどはいはいあるいはあるじゃないですかあの、うん、考える人ってやってるでしょはいはいそこに、うん、オブジェがあるんですよ、うんあの俺とお前のあああるあるあるここあるあるあれがね、うん、なんぼすんのっていう話なんですよ、うん、あのオブジェが、うん、で俺のがね、うん、58万5000円なんですよ、はい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 、結構するんですよああいうスチロールですけどねまあそうだね俺浜田のやつは、うん、48万5000円、うんうん、この10万の差はどっからくんねんって聞いたら、うん、ってちょっと言いにくそうにしたから、うんうん、いや言え言え大丈夫か言えって言ったら、うんうん、浜田さんの方が顔がのっぺりしてるから、うん
手間かいな。はあ、そんなに深く掘らんでも大丈夫なんですか。これで10万変わってくる今。あ、それはおもろいな。掘れば掘るほど手間賃かかってくる、ね、そうみたいなんですね。まあそこはまあいいねみたいなもんなんでしょうけど。なるほどね、いや別に何にも気分返さないですよ。そんなことで。ちょっと気分悪かったです、ね。ああ、そう。ああ、そんなんで変わってくんねや。そんなんで、まあ、変わってくるらしいんですよね。はいはい、はい。まあ、それだけちょっと君に言うとこかなと思って。そう、ありがとうございます。さあ、そろそろ、はい、正解発表しましょうか。何の？何の？いや、久しぶりですよね、でもね。あ、そうですね。なんか変わったことございますかね。藤井の結婚式ありましたけどね。あ、この間ね。はいはい、はい、行きました行きました、ね。まあまあ二人でスピーチもさせていただいてね。はいはい、まあ彼よりは僕の方がいっぱい包んだから。いっぱい包んだ。はい。何ぼ包んだ。何ぼ包んだ。いや言えやん。ぶっちゃけだし本当に、うん、そこそこのもんですよ。だからやらしいじゃないですか、それなんぼ包んだとか言うのはね。あなたなんぼ包んだ、あんたが言うたんや。あんたがそこそこ包んだ言うから。せーの。結構いきました。今結構ちゅうか、まあ、いや、その前に、キムが俺のとこ来て、はいはい、兄さんなんぼ包みますのんと。まあそうなんですよ、うん。え、お前ら何分すんのって聞いてんな、うんうんうん、いや僕は今田さんらと話して、うん、まあ、チェジュぐらいって言うから、うん、10万円 10万円ね。ほんで君に何分いや、まあそれより少ないのはあかんやろな言うて、もう もう絶対11万円なんで1万円ギリ上やん、ギリ上11万円1万ってことないけど、まあそれより少ないのあかんわなあいう話をしたんです。ああ、なるほどね、はい、あ、じゃあえ20ぐらいですか。いや、まあそれはええやんか、なんぼでもあ、まあそうですね、まあまあ僕はもっと桁違いでしたけど、ね、桁違いまあまあいいですよ。ゼロが1個違うってこと。ああ、でもそれぐらいはあったのかも。絶対そんなわけないやん。いや、もう南北は早い。だってそんなに別に一緒に仕事してるわけちゃうし。まあまあそれは、いや、ただ今回に関して言えば僕よりもあなたの方が、あなただって藤井君とはメルトモらしいじゃないですか。メルトモってバロタ顔いっぱい出していくらしいじゃないですか。すごいでしょ。藤井の間に笑いが入ってるやつ何コード刻んどんねん。まあでもすごい人来てたやんか、やっぱりさすがにね。あ、こっちで仕事するだけあって平方が来てたんですよ。平方ね、なんでかじゃんけど、俺らの席やろ。俺らの席やろ。どうも俺おって、場所取って、キムおって、東野おって、って平方平方そうなんですね。ほんで、その横に角ちゃんがおる。なんで角田伸明がおんなの平方と角田伸明がおかしい。それはまだそこそこ喋ってましたからね。こんな話すんの。ほんまやな、ね、最強と最弱ですから、ね、どうも、大して、はい、好きでもないのに、じゃあ行きますか。いや、まあまあまあ、それはここへ来たら、まあ、そんなにやってもいいんですよ。まあ、わかりますよ。それはもう、こうやって生で見たらまたね、テレビで見てるのとは違うし、ちょっとわみたいなね、まあ、今あるでしょ。言ってますよね、これは。あなたあれですよ、あれ行きました。何？逆払いしました、結局。今更ながらなんですけど。行きましたよ。お前はほんまにそういうの俺に何にも言わんと一人でこそっと行くよな。お前なんか、なんて自分の歳考えたら分かるやろ、お前。いや、でもやっぱりこう、なんていうのかな、コンビといえでもですね、もう元を正せば、まあ、友達みたいなところがあるじゃないですか。で、俺ちょっと役払い行くんやけど松もどうみたいな。うん、ない。それ言われてどうすんの。まあ気持ち悪いなとは思うけど。そやろ、分かってるから言えへんねんけ、俺だって。お前ちゃんとしたとこにそう言ったわけ。ちゃんとしたとこってどこやねん。どういう感じのとこに行ったわけ、それは。有名なとこに行ったわけ。いや、有名なっちゅうか、まあ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 、あ、そうですか、うん、いや、僕もね、もう本当もう終わりなんですけどね。
もう42になりましたから。あれいろんな説があるのにな。ああそのいくつの誕生日で終わりっていう説と、年明けんとあかんとか、年明けても来年の2月ぐらいまでやとかね、でキムがほら、学年で言うたら1個上やけど、年は一緒やから、もうキムちょっと言っとけへん言うて。ああなるほど。もう最後もう、あと1年ぐらいのことやけど、あいつも言ってなかった、あいつも言ってなかったから、で今行きますわほんなら言うて行ったんですよ。なんかこんな願書みたいな書かされるの、でまあ名前書いて住所と職業と、ね、であとまあ昭和38年5月何日って書いて、で満何歳かを書かなあかんねんけど、はい、で俺はちゃんと書いてんけど、キムはもうそんなもうええやろと思って、もう年のとこはいちいち書けんかってんで、昭和38年何月何日しか、あれ結構重要やねんな。なるほど。で始まったんですよ本番がね、ほらもうふーんみたいな、うわーなって、で松本人志のタレント上に久しぶりなんやらーって、で俺の時はあのまあまあ後役でなんやらかんやらーって、年見てね、年見てね、キムそらそこ書いてへんからさ、そう呼んでる人が昭和38年そこないから、後役前もう俺とキムももう嘘じゃマジやねんって、もうキムもこんなんなってなるわけないやん。結局な前役みたいなことにされてて全然払えてないよあいつ。いや払えてないのはそうかもしれんけど、こんなんじゃないじゃほんまやねんって、結構厳粛な感じやねんけど、もうキムも言いに行こうかどうしようか言うてええもんやらどうやらみたいな、はい、でも最後もう泣き寝入りですよ。泣き寝入りじゃそれ言葉おかしいやろ、泣き寝入りやれへん、もう前役みたいなことで。まあでも一応やってんったらいいですよ。いやーあれがどの程度の効果があるのかね。いやそれは分かれへんで、それは分かれへんけど、俺もこれも言っとこって思ったのが、そのちょい前に買い物しようと思って、車でね大外も走ってたんですけど、止めてガードレールをこうまたいだんですよ、ね、向こうに切れ目あるけどまあ飲んで、またいだら、町内会の看板みたいなのがこう、あかけてある針金がこうなってこうなってたの、ブッサーさあー言うてみた。まあ言うかもね、大観山でおっさん一人でああこれはいかんと、すごい言うかな。こんなことでね、俺はこんなことで、もっと早いけよじゃん。さ、始まったんですかね。始まりましたよ。もう久しぶりですね、トーク。そうですか、はい。そんな久しぶりっていう感じもしないですけどね。罰ゲームがありのな、いろいろありましたから。いろいろありましたね。まあでもどうでもいいですわ。え？何？ライセンスがね、はい、えらいなんかサップイ埋設しました。すみません。いやいや、そこそこは言ってたんだ。あ、そうなんですか。まあ、そこそこやで、その代わり。あの、僕今やから言いますけど、この間ね、10月10日に大地震があるっていう噂があったんですよ。あったあった。あ、お前は知ってんの？知ってるよ。なんで知ってんの？知ってた？あってんで。で、9日俺、あの仕事終わりで、もう速攻、あの、名古屋まで逃げたからね。それがね。いや、それが、違うよ。へぇ、撮ってたんですよ。あ、いやいや、ね、急いで出て行ったのよ、うん、あ、何やろ、うんうん、逃げましたってはぁ、いや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 、本当にそうなんですよ。割とあの番組あのテンポよく行くじゃないですか、あの日に限って押し上がって、だんだん俺の望みが俺の望みがと思って俺逃げられない、俺逃げられないと思って品川から飛び乗りましたよで、お前残ってたやろ、何も知らんの、はい、とトンネル入った時にほら暗くなるじゃないですか、はいはいはい、真っ暗になる、はいはい、その時自分が急に映るでしょ、はいはい、うっすら笑ってたもん、はいはい、あ、俺うっすら笑ってた知らんうちにって、まあまあね、何もなかった、まあまあこうか不幸か、まあ俺にしたらちょっとね、ちょっとぐらい揺れるやボケと思ってた結局10日も最終ギリギリ12時よりできるだけギリギリで帰ってたんですよ、はいはいはい、だから東京着いたのが11時40分ぐらいですよ。なるほどなるほど。この20分で来たら俺ほんまに切れたろ、お前
聞いたらピクリともなかった。僕でもね、腹立つのは、はい、ちょっとこう安全を、はい、ちょっとこう考えすぎてる腹立つのもあるんですよ。どういうこと？例えばその車でもね、いらん機能があってね、うん、僕あの許されへんのがあのちょっと走り出したらガッチャってロックかかる、うん、あれいります？なんで？前の車はそれなかったんですよ、うん、で買い替えたんですね、うん、で買い替えたやつがそうなのね、うん、なんかちょっと走り出したらババッなんですか。いやええやんかロックやね。 でもね、僕はもう自分であのロックした覚えがないでしょ、うん、で止まって、うん、人と待ち合わせするじゃないですか、うん、ほんで向こうからこう来るでしょ、うん、で来たらねガッガッってなるんです。外でロック解除ロック。で俺はロックしてる覚えがないからガッって言って、あそうかと思ってバッファってやるでしょ。バッファバッファみたいな、向こうとまたバッファバッファバッファって、そのねっ、待て待てってやるんですよ。でも閉まってるから、みたいな。ほんで、バッファって開けたのに、なんか、ま、あれ、開いてる、開いてる、全然聞こえへんから、窓バッファーって開けて、開いてる、開いてる。あの間のあのイライラ毎回じゃないやんけ。いや、ほとんど毎回なんですよ。もうあれはほんまに腹立つわ。まあ、あんなやめたいね。あとあのチャイルドなんとかと、ああチャイルドなんとかがあるんですよ、ね、チャイルドロックね。チャイルドロック、うん、あれ買ってほらもう普段あんなせえへんやんか、いらんやん。分からへん。それはあの洗車とか出したらさ、またあれもまたなあ、うん、ドアの開けたなんかこの辺にあるやろ。そうそうそう。あれを洗車出したらね、福岡兄ちゃんがね、うん、あのスイッチ多分押してまうんですよ。はい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 。チャイルドなんたらにした覚えもないのに、はいはい、後ろに後輩とか乗ってるでしょ、うん、で「おい着いたぞ」って言ったら「開きません開きません」ってなる。あ、外からやないと開けて、外からやないと。ほな俺ね、後輩をなんかエスコートする形で、なんで俺が怖いよ。今の車全部そうやっぱ。今の車全部そうなんですよ、うん、もうそれ知らない。でナビはナビでね、なんかもうこっからが大事やのに、あとはなんか自分で探せ的な。そんなことあれへんやろ。エンディング迎えられる時あるさ。そんなことあれへんやろ。いやいや、あとはなんか地図をご覧になりなさいみたいな。うそ、なんかあるよね。ないわそんな。この間沖縄行った時に、はい、あの中古車を、中古車はレンタカーを頼んだんですよ、うん、だからなんか安いレンタカーでね、うんうん、あのもう完全に後からつけたやつやねんか、ナビが、ナビか、うん、それももう今のやつちゃうねん。もう出た頃のやつで、なんかあの画像が今見たらあんな綺麗じゃないんですよ、はいはい、なんかあのインベーダーの頃のちょっと緑っぽい液晶丸出しでどこ走ってんねんみたいなんですよ、うん、でそれ喋んねんけど、もう古いからもうなんかね、左にお曲がりください。いや、お、なんだっけ、ごっつ怖いねん、ごっつ怖いねん。ナビが怖い。今右です。目的地周辺です。何それ。僕は朝死にかけたんですよ。よかったよ。よかったっていう返しはありえないでしょ。それ以外なら大抵何でもいいと思いますよ。死にかけたんですよ。僕は耳栓して寝るんですね。過去にも何回かあったんですけど、今回特にひどかったんですけど、あのなんか寝ぼけてて、あの食べてしまう時があるんです。耳栓が。これは別に取って食わないでしょ。いや、取って食うんですよ。いや、この人落ちたの。いや、違うんですよ。取って食うてる時があるんですよ。今日ここまで来て、あーってなって、もうね、もうやめなあかんね、耳栓自体よね。そうかもね。じゃあもう高校ぐらいまで来たんでね、今日は本当やばかったんですよ。入れてチャッチャッチャッっていうのは2回ぐらいあるんですけど、松本アウト。まあそりゃバーンで済みゃいいけど、バーンで済みゃいいんですけど、まあでもこれで引っかかったって死にゃせんでしょ。あ、まあっていうかもうあれやったらもういっそのこと飲んだ方がいいよね。変に生きようとする力が、耳栓を押し上げたもんで、飲んだ方がいいですよ。飲ん、うん、よし、今度それで行ってみますわ。なんで生とんねん。なんで生とんねん。16日に地震あったね。あったでしょ。あったあった。あ、でも客知らんねん、そのことを。全然僕が10日に地震が来るって言ってたことを知らないでしょ。でそれ外れたんですけど
その1週間後ぐらいにあったでしょ。16あった。これはすごいですよ。僕もやっぱりさすがやなと思いましたよ。え、お前でも人から聞いたんでしょ。僕人から。お前呼ばれされる筋合いなんですけど。いや自分は当てたんじゃないかなして人から聞いたの言うただけやんか。そうです、うん、だから本当普段から備えをちゃんとしといた方がいいですよ。うん、はい、マジで。すいません、なんか締めっぽい。これが皆さんお気づきかもどうかもわからないですけど、セットが変わったらしいです。しかも5年ぶり5年ぶりにセットが変わったんですよ。3年、はい、3年。なぜ変わったんかという理由をさっき聞きましたが、はい、もう美術の方から、うん、ええ加減にしてくれと。もう老朽化が激しくて言われるまで耐えるこのさん。この間の地震で完全に耐えようと思ったんですよ。もう不安な。まあまあ来週からまた元に戻します。世界作ったんやから。あ、そうですか。ちょっと色味がブルーっぽくなりますよね。あ、そうですか。前のやつはもう少しこう赤っぽかったですけどね。もうあれはもう完全に燃やしましたよ。すぐ燃えたらしいですけどね。マッチでもブワー燃えたらしい。それぐらいやっぱり老朽化が、激しかったようですけどね。まあまあまあ、うん、頑張りましょうよ。そうね、セットに負けないように頑張ってほしいもんですね。なんで切れてんの。ふんって。まだね、サウナ行ったんですよ。はいはい、サウナのなんちゅうの、ああいうお休みどころみたいなのあるじゃないですか。うん、みんなでいたんですよ、4人ぐらいでね。うん、なんね、ベロンベロンのおっさんみたいなのがこう、ちょい来て、うん、これなんかほら、チーンっていうやつあるやんか、うん、なんちゅうの、呼ぶやつね。フロントにあるみたいな、うん、チーンって言って、おっさん、なんか、わー、待ってたんですよ。確かにちょっと、従業員来なかったのは、はいはい、まあ来なかったんですけど、はいはい、なんか言うとるんですよ。でまたチーンって、まあ、2回目ですよ、うん、中国人のね、うん、ああいうとこ中国人のなんか従業員のなんか兄ちゃんみたいなのが来て、うん、はい言ってきて、うん、てめえ何やってんだこの野郎、うん、こっちはずっと待ってんだ、うん、何回鳴らしたら来るんだよ、うん、っていう、まあそんな何回も鳴らしてないやんって、うん、まあね、ねえ、うん、こっちはな30分から待ってんだよ。そんなに待ってないなって思ってたんですよ。まあまあ言うわ。ほんならそのね、中国人がね、うんうん、顔色変わってね、うん、こっち怖い顔になってきてるの。あかんで、これあかんでと思った。切れてきたと。完全に中国人の顔色がグーッ。これやばいね。30分も待ってないね。言われた、言われた、バッスリー。おっさん、おっさん、バッ切られたん。30分ってはっきり言ったわけじゃねえだろ。で言うたわ。言うたわ。近く待ってんだって言ってんだよ、この野郎。ちょっと負けてるやん。なんだってめえ、この野郎。ちょっともう、うわうわうわーなってんねん。もういいから、ラーメン、ラーメンを持ってこいよ。ラーメン早くしろよ、この野郎。塩、味噌、どっち。全員強いな。めっちゃ怒ってるんですよ。何やってめえこの言い、その言い方は。喧嘩売ってんの塩味噌どっち。ちょっとコントみたいなんだ。塩だよね。普通さ、普通切れてどっか行ってもええやん。そうなんですよ、そのおっさんも。ね、それずっと見ててもうおかしいってね。ほでもう中国人ブワー行った後にね、なんかぽっそりちっちゃい声で味噌の方が良かったかなみたいな言うてるんですよ。もうおかしいって。完全に逆アップかまされたもんね。負けてるな。最後まで行けよ思うんですよ。もういろんなとこで浜田さんには僕も告白してるんで、ご存知でしょうけど、はい、もう聞いてますよ。体調があんまり芳しくない。はいはい。これはもう仕方ないですよ、聞いてあげて。2週間ぐらい前からちょっとあったんですけども、うんうん、イボ痔になりまして、正直言いまして、何がおもろいお前らなったことないからや。あ、俺は別にイボ痔ちゃうから。
まあまあ、浜田さんはね、もう前から、もう二郎です。二郎なんで。もう、ジ・ダウンタウンって。ハルギーの字とはまだ違う。違う。字が違う。字がちょっと違うんですけども、ダブル字ということで。舐めてたら選べないますね。イボ字というのはね。そうですか。最大はね、もうゴールデンレトリバーの鼻ぐらいまでなりましたね。鏡で見てね、中にゴールデンレトリバーが入って出てんのかなって。いや、本当に。入ったらわかるやろ、それ。そう、いつの間に、いつの間にと思いました。で僕舐めてたんですよね。昔ね、僕二十歳過ぎぐらいになったことあるんですよ、で薬局で買った軟膏でね、2、3日塗ってたら治ったんで、その感覚で打ったらですね、えらいことになって、おけついたって寝られないんですよ。そう、ほいでこれはいかんということで、病院をどっか探せ言うてるんですよ。で、なんかその字にかけては、日本では1位に争う医者がね、青山にいるんですと。で、行ったんですけど、だからもうなんか松本さん、本当にやばかったですよと。もうちょっと遅かったら、いわゆる次郎。次郎になるとこでしたと。もう次郎になったら最悪ですよ。うるさいな。あれも何年も次郎や。ただあれ、手術せなあかんもんね。手術、今はもう簡単らしいよ。え、うそやん。じゃあさ、お前もなんで未だに座布団を持ち歩いて、感知してないわけ？どういうこと？いや、感知はしないですよ。疲れてきたら痛なりますから。だから硬いとこ座れないんですよ。なんでなんで？いや、もう何回も言いますけど、イボジというのはまあこの辺できよるんでしょ。そうです、そうです、中から。そうです、そうです、ね、そうです。なんやったら切ったったらしまいよ。出たり入ったりは繰り返しますけどね。そうです、はいはいはい。次郎というのは、皆さん聞いといて、こうもあるでしょ、腸がこう繋がってるやんか、直腸が。こう、その途中にトンネルができるんですよ。ほんだらブーとかしたら大腸菌が肛門からブーッと一緒に出るはずが、そのトンネルの上大腸菌が逃げるわけでしょ。サブウェイじゃないですか。まあそうかな。それ逃げるわけでしょ。殴られるのかな。逃げるわけでしょ。ほんその菌が出ていったとこだけが腫れてくるわけですよ。ほう。だからひどい人は、例えば肛門があったらもうこんなとこ腫れてきたりするわけ。ああ、もう流れていって。で昔はこの肉を全部えぐらへんかったら手術できへんかったわけよ。ああ、そのこっからトンネルがここまでできてるわけやん。はい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 。大腸菌がこっちに逃げてここボコになるわけやん。ああ、昔はこれえぐるわけですよ。いや、これはえぐいっすよ。謎の小袋じゃないですか。あ、殴られた。これはわかる。肛門に近いとこが出てくる方がまだ、なんていうの、なるほど。簡単というか、まだ大丈夫。いや、もう俺はこの辺やねん。この周りやねん。まあ、この辺やねん。歩けないですよ。いや、まあ最大はほんまに俺もきつかったよ。俺もドラマやってる時にセリフ言うてフレームから外れなあかんのいつまでもおったから。おじいちゃんやん。早く開けろって言われて。なんだあいつ。いつまで映ってんだ。止めろ。もう歩けないんですもん。ほんまきついっすね。でそれピッと切って海出てくるでしょ。ほんだもうスキップできるぐらいなんですよ。何年もまだ腫れは来てないんで。持ってますけどね。もう医者がね、その医者が名医なんですけど、松本さんこれね、野球で例えたらワンアウト満塁なんですよね。はあって言うて車乗ってから、どういう意味だ。ちょっとまだ大丈夫っぽいやんか。ツーアウトでもないし、っていうか何回か分からんし、ピッチャーかバッターかも分からんし、俺何点持ってんのかも分からんので。納得してん。ああ言うたものの、どういう意味かなと思ってね。で昨日一昨日また行ったんですよ。一応まだこう言ってる、はいはい、これは松本さんでもね、これはいい私が直したんじゃないんです、松本さん、あなたが直したんです。あなたが松井で僕は監督です。ああ、ごめんなさい。いや、まあもうだからね、もうストレスをね、はい、なくしたいなっていう。なるほど。もう僕にストレスを感じさせないようにね、街でもしてほしいんですよ。どういうこと？もうあなたもたまにそういうのあると思うんですけど、はい、この間もね、カップル来てね、でね、カップルなんですよ。
ちょっと遠間からこう見とるんですよ。はい。アベックですわ、だから。それは古いやん、そっちの方が古いやん。見とるんですよ。ほい、うん、で、すいません、握手してもらっていいですかって男の方が、まあこれ多いのよ、男が意外と来んのよ。ほんで、あ、いいですよって言ってこうするでしょ。ほんなら、お前もしてもらえよお前もしてもらえよなら女が、あたしいいからいいなんでだよ、ちょ、もうあたし本当にいいからどうしたらええの、なんで来ないんだよ、お前来てもらえるよ、もういいから、いいから、おかしいな、もうちょっと舞い上がっちゃってみたいな、なんかフローされているやん、告白してないのに何回も振られてるやん、俺あのかん、俺はさどうしたらええの、いやもうじゃあいいですかって言うと、いやいや、でもね、ちゃんちゃん飯屋やったから動きようもないねん、ほいで男がしつこいのよ、ほいでいいからしてもらえよって言うて、でね、結局女が来たんですよ、あ、じゃあって言うて、ちょっと手出して、わしゃ何やこんなかっつい嫌われてるんだ全然乗ってないから何この、そのカップルが行った後のこの俺の箸の進まない具合そりゃイボジもうずくでよ、なんなんすか、ガキは多いでしょ、ねえしてもらいなさい、握手ってこう抱きながらもう完全に寝てるで、おかんがもうこうしてで、こうしてもう全然こんなんすよ、よかったなぁ言ってるんですよ、それがよかったなぁしてもうたなぁ言ってるんですよ、細胞のすべてが優しさでできていると言っても過言ではない松本さんに質問です。松本さんが最後にドンマイという言葉を使ったシチュエーションを教えてください。もうでも死後になりかけてますもんね、ドンマイ、ドンマイ、最後に使ったのはもう2年ぐらい前になりますかね。いや別にそんな古い話しちゃうな、はい、ビデオ屋行った時ですよね確か、うん、あれから使ってないですもん、ドンマイ、うん、いやだから言ってるやん、いやその時のシチュエーション、車降りてバーン来て、はい、自動ドアのこれをバーンってやったら開く思ったのに開けへんかったからガーンなったの、お、申し訳ございませんってやったから、うん、ええよって言う、ああそこはええそこで言うちゃうんだ、だってそんなことでおかしいでしょ、ほんでうーんってやっと開いたんですよ、ほんでパッと入ったらビデオ山積みになっててもうギャーラッシャーいた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 、お客様お客様大丈夫ですか、ええよどこでどんまい言うのやろ、ほんなら、うん、ものすごいなんか見てたんですよ、うん、何借りたろかいなぁ言って、なんかものすごい金眼のやつがいてね、足ガーン踏んできたんですよあ、すいませんちょっと見えにくかったもんで言うから、お、そこで痛い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 あるあるもういろんなことあって、ほんで借りたいのが見つからなくて、ああ、うん、はいはいはい、んで、すいませんドンマイあります俗ドンマイあります、クラムスさんあるやん、はい、作家のクラムスさんがね、うん、バーって車乗ってたんやって、うん、ほんならね向こうでね外人のカップルが喧嘩しとんねんって、うん、男と女が、うん、あいつらすごいやんか、うん、あ言うて、うん、で男のやつがもうええみたいになって、うん、うわーごっつむしゃくしゃしてたよな、うん、うわー行く時に止まってた倉本さんの車のボンネットをバーン叩いていってこれどうしたらええのかそれはちょっと怖いな、怖いやろ、怖いけどだって何もできずやろ結局は、そうやな、私はないわ、しゃあない、しゃあない、そりゃしゃあない
しゃあないやろ。そらしゃあない。だから俺前も一回あったんやけど、車乗ってて、ほんなら前の車が何やしたんですよ。ほんなら何や、まあこれですわ、うん、俺がうわー切れて、俺関係ないで、うん、その車のとこにダッシュでダー行く時に俺のミラーブリーンになったんだよ。ガン当たって、ガン当たってブリーンになって、うわブリーンになってるやん。俺かそれはじゃない。それはじゃない。向こうでごっつエキサイトしてるわけ。 あれがこっち来たら嫌やなと思うじゃないですか。だからもうほんまもう半笑いでも戻すしかない。それはじゃない。、うん、それは笑うとこ。うちの兄貴の話させていただいて。なんでここで高いのがない。ちょっともうほんまね、ちょっともう言いたくてしょうがないんですけど。あ、そうです。あ、うちの兄貴ちょっとね、今単身赴任してるんですよ。あ、そうなの。大阪の方に、うん、家族はいますよ、はいはいはい、子供3人と嫁さんとね、うんうん、もう何年か前からどこ行ってんの。東京なんですよ。へえ。ほんでこの間たまたまですけどね、僕のまあちょっと知ってる後輩がね、渋谷で見たんですって、うん、高広、うん、まあこうあくまでも、うん、多分あれはお兄さんでしたという言い方ですよ。あ、はいはい、多分ですよ、多分ですけども、なんか若い女と腕組んで歩いてたらしい。何だよそんなこと。高いのそんなことじゃない。多分ですよ、決定的ではないですよ、はいはい、多分あれ松本さんのお兄さんやと思うんですけどっていう話をね。まあまあまあ、それもね、別に俺がとにかく言うこと、いや、そのせい、そうこうしてたら、うん、たまたまこううちのおかんからこう電話かかってきたんですよ、はい、言うとこかなって思ったんですよ。何が、その兄貴のその話、お前が、そうなんで。ちょっとおかんの耳に入れといた方がええんちゃうか。あかんやろ。いやいや、ちょっとまあ おかんからね、ちょっとこう軽くこう指導的なものをね。そんなもめるかな、そんな。もめるかな、これはどうなんやろと俺もいろいろ悩みつつですよ。はあ、でうちのお母さん、いやいや実はな、これ決定的な話じゃないんやけども。悪いやつや。いやいや、悪くないですよ、悪くないですよ、まあ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 、ね、まあ話半分ぐらいに聞きやと、ね、言うたんや。言うたら、もうね、僕もうちのお母さん何て言ったと思う。もうな、怒るとかなんかあるからって思うじゃないですか、はいはい、あ、そう、あれでなかなかダンディーやからな。あのね、アキコはおかしい。俺もうびっくりしてもうて。あ、ダンディで片付けてもうたんや。もう終わったんですよ。ほいでな、あんたみたいな感じ。そこそこの問題やで、これ。ドラマなら1話ばっくりいくよ、これ。先日捨てゴリラを拾ったそうです。ゴリラを飼い始めてみて分かったゴリラの変な習性があったらぜひ教えてください。いや、まずそのゴリラを拾ったというのは、拾ったというのは少し誤りがありますね。ああ、どういうこと。預かったって言った方が早い。どれぐらいのゴリラ。どれぐらいのゴリラっていうのは大きさ。あ、大きさ、まあ大きさ言われてもね、それどっからどこまで大きさと言えるかどうか。いやいや違うな、こんなもんやとか、あ、こんなもんやとか。大体主演のおっさんぐらいですよ。ちょっと呼んできて。目安が分かれ、目安が。ここの主演のおっさんとは言うてへんがな。大体みんなの描いてる主演のおっさんぐらい。大体みんなの。ほらほら、これぐらいあるの。まあまあ人間サイズですよね。でかっ。え、ゴリラでしょ。ゴリラですよ。うん、うん。誰から預かったの。親ゴリラからです。親やと思いますよ、これ断定したらいかんけどね。そいつより大きいやつにお願いしますって言われたから。あれは親なんでしょう。ゴリラの変な習性があったら教えてください。まずね、こたつをすぐ切りますよ。それおもろいな。なんか寒いなぁ思たら、まだお前。
たに冷蔵庫のブズン、ブンっていう音にも絶対見ますよ。そらゴリラなかったって見るやろ。この2点だけはずっと変わらない。あとはまあうんこする場所は覚えたり。ゴリラ面白いですね。でもどう犬やあんなんとはやっぱり違いますもんね。もうそんなん別にあんな人間とあんま変われへんねんから、ババカってトイレでやらしたらええじゃん。あ、うんこですか、うん、うんこはね、やっぱり流れないですよ、ものすごい。ほんまに、もう蓋閉まれへん。蓋え、流れへんって、そういうこと。そんなパパこくわけないやん。ものすごいんですよ。ほんで蓋閉めやがったから、蓋開けたら蓋についてんの。それぐらいなんですよ。もうグラスもね、よう見よるんですよ。なんでやろ。アロテン、アロタでそれ言うてんだけど。ジャパネット高田の高田社長と2泊3日で八ヶ岳に行ったことのある松本さんに質問です。その八ヶ岳で2日目の夜、高田社長がものすごい寝言を言ったと聞きましたが、どのような寝言を言ったのですか、教えてください。ああ、言うてましたね。いや、そもそもなんであのおっさんと2泊3日で旅行行くか。何のつながりっすか。あのね、俺の姉ちゃんの旦那の弟に当たるんですよ。近っ。もっと遠く言わな。それ赤の谷やろなって言いたかったの。そうでもないし、なんか中段場に近いしな。姉ちゃんの旦那の親父の弟の嫁さんの息子なんです。いや、わからん。嫁さんの中学生ぐらいやん。いや、わからん。ちょっとそんなんがあってね。知り合いで、まあ知り合いで、行きました、ね、二人で行った。二人で行った。うるせえ、よう喋るんですよ。なまっとるし、なまっとるからね、もう新幹線もうるさいですよ。松本君、ベガはね、ベガはいいですよ。遊びに行くのに、お前に営業かけてどうやって。語尾にベガつけてます。普段は。買おうか。お腹減ったベガ。で、もう寝言や問題は。何が。2泊3日で行って、2日目に寝言言うたんでしょ。ええー、言いましたね。どんな寝言やったの。なんか毒ついてましたね。え。マジ俺これはオンエアしたらあかんねやな。一応見た目とかそうそうイメージはさ、イメージはだから毒づく感じじゃない。寝言で言うてましたね。マジ、ええ、なんか手数料ぐらい自分で払えみたいな。社長あきませんでした。あ、それで売っとんジャパネット高田は。俺のすぐムカついてたらしい。ちょっとびっくりするような。普段はね、あ、そう、普段はそういうとこありますね。それはちょっとびっくりやな。普段も電化製品蹴りまくってますから。なんで？なんか嫌いらしいですね。職業病でしょ。湯沸かしポットとか、クラン！あおい。旅館入ってもダタタタってバーン！今何蹴ってるの？テレビ、テレビ、テレビバーン！社長。いいんだよ松本君。デカじゃないだろ。ジャパネット高田のおっさん、前からずっと言ってる。いや、前から言ってるんですけど、これね、高すぎ。どんどん年々高くなっていってないですか。前あのさ、もうちょっとこうクールって。最近見てないな。マジですか。昨日僕ね、テレビつけたままね、ちょっと寝てもうたんですよ、珍しく。こんなおっさんが出てきて、かっこいいボディー。このかっこいいボディ。俺がいいんだよ。俺がうっさいわって俺がやったよ。何の商品なんか、なんか何ですか、なんかメタリック、このメタリック。どうですか皆さん、かっこいいボディ。これなんかなんかあるでしょ、蜂のなんやいうのあるじゃないですか、健康食品みたいな紹介もたまにやるじゃないですか。ローヤルゼリーみたいな。ローヤルゼリー、そう、あ、またあのさんがやるんですよ。うん、ほんで、このローヤルゼリー、このローヤル、
ねえって意味が分からんよ。そんな即効果が出るもんやないし、飲んでね、こんな飲みやすいでしょとか言うんですよ。いやいや、そりゃ水あったら飲めるやろ、おっさん。なあなあなあ、ええー、もう許したろうや。まあいいんですけどね、うん、なんかもう寝られへんってね。夜中？夜中ですよ。で、僕が多分ね、分かってるんですよ。僕が言うてたの、ベガのことをベガベガ言うてたの、うんうんうん、それを言うてベガってちゃんと言うようになったんですよ。マジで？うん。ところがソニーのって言うんですよ。もう一息なんですよ。秋葉原の電気店全店のポイントカードを持っているという松本さんに質問です。あ、はいはい。カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか？初めて聞いた、うん、まああるでしょうね。いや、あるでしょうねじゃなしに、うん、あんた経験してんのかどうかを教えてくれた。いや、それはありますね。あ、そう。はい。じゃあどこなの、どこ行こう思ってインプットした。いっぱいありますよ。あ、いっぱいあんのかいな。はい。うん、どこ？だってあなたが自分がカーナビやったと考えてください。はいはいはい。ね、うん、それ怒ることいっぱいあるでしょ。なんでな。例えば青春ってやられたら困る。ある場所を指示されると。あのね、え、カーナビの、はい、あ、これでもマジなんですよ、うん、これマジの話していいですか、うん、いや、ただこれもしてや。まあまあまあしますよ。じゃあこれもマジですけど、うん、あなたカーナビどこの使ってますか？え、カーナビどこの使ってます？どこ？パナソニック。パナソニック、うん、ほらね、うん、パナソニックのライバル社をカーナビでやったら出ないんですよ、うんうん、ライバル社はカーナビの他のパイオニア。そう、うん、パイオニアやってみ。え、やってみてどういうこと？パイオニア入れてみ。ああ、おう、パイオニアまで行きたいってやったら、うんうんうん、あのね、あの出ないっていうのは嘘やけど。なんやねん。出ないってことはないけど。ないよ。ないけどちょっとこうって感じ。わからん。そりゃわからん。カーナビが拗ねてんのわからん、そんなん。いや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 、拗ねてはないよ、機械やから。ふんって言うてんねんの。機械や、いや、ふんとは言わんよ、うん、言わんけど、あーあー、はいはい。だからそのニュアンスが分かる。そのニュアンスが分かるんですよ、機械で。そのいやいや、だからあのどういうタイプ、あなたのやつ。ああ、こう押したら出てこうこうなったり、うん、あ、ウィーンなってウィーンなるようなやつでも、うんうんうん、お前はパナソニックのやつでしょ、うん、パイオニアのやつをやったらこうね、ちょっとウィーンウィーン、あ、嘘嘘みたいな。それちょっとね、若干若干ですよ。いや、でもそれでも行ってくれんやったらええわ。いや、そう、まあ行くのもね、ちょっとね、もうなんかどうも渋滞の方へ、渋滞の方へ行こうとするとかしないとか。なんでやねん、適当なこと言うなよ、お前。じゃあんねんって、ほんまにあんねんって。カーナビはある場所を指示されると激怒すると言います。それはどこですか？そうですよ、だからそういうことじゃないですか。何？そんなんいっぱいありますよ。いや、だからそれ教えてください。え？あんた今言うたん別に怒ってるわけじゃないやんか。怒ってるよ、それは。え、それに変えたの、話を。変えたというか、逃げたというか。逃げたんかい。いやいや、ありますよ、それは激怒するとか。いやいや、だからそ教えてくださいよ、そこ。それを聞きたいわな。僕は何回も怒られてますね。あ、カーナビに。カーナビに。ああ、それどこどこどこ。あのね、そんなとこ聞くなよ、いうことでしょ。あなたのカーナビって、カーナビって大体女の人でしょ。ああ、はいはい、あの出てくるね、最初ね。女の人がなんかあの、なんかこう、立ってるわ。なんか立っとるね。うん、立っとる立っとる。あれもうおっさんになりますよ。おい。いやいや、違うで。おい。ほんと、電源でおやんと出てきたら、うん、最初になんか説明文の横にそうお姉ちゃん立ってて。あれ長い、あれ鬱陶しいな。お姉ちゃん立ってるやん。そう、立っとる立っとる。うん、え、ああ、それはそのお姉ちゃんがおっさんになるの？そう、おっさんになる。いや、っていうか、その女をもうドーン押し上げておっさんが、おいおい言いましたあるとこをやるとね。でもそれ一番最初に出てくるからね、お姉ちゃんは。そう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 。その後インプットしてから。インプットしたらもうおっさんがもうドーン言ってくる。まあ、あるとこ言うとね。で、だからそれどこやねん。場所を言うてくれよ。じゃあ俺もやってみたいかな、じゃあ帰りに。そこ入れたらおっさん出てくるか教えてくれ。あのー、
僕の夢とかね。このボケいいですよ、どこの場所か教えましょうか。お願いしますよ。これ教えると、うん、日本中がお前パニックになるんだぞお前。誰やねんいいのかお前は。何やねんそれ。お前はそれでもいいのか。違うやん。ほんなこれオンエアで場所はピーって入れといてええかな。お前は何でもピーですみたいな。な帰りにやらせてくれ。お前余裕な。ピー入れといたらええ。ピー入れといたらオンエアで出せへんから場所教えてください。だからこうお前ここの高校の人間が全部それやったらお前はお前なパニックになるぞ。みんな車乗ってるとは限れへんかな。これ差別。これは差別ですよ。あなたたちはバスしか乗らないと言われてるんですよ。お前そういうこと言うとお前パニックになるぞ。もうええ。もうええ。アメリカ人よりも野球に詳しい松本さんに質問です。あ、野球詳しいですね僕。来シーズン松井がメジャーリーグで活躍するために必要な書きくけ子を教えてください。まあいいですよ。マジで、うん、教えたっていう。何がですの。活躍するために必要な書きくけ子を教えたってください。これは本当に松井。おい松井見てるか。まあ見てるかどうか分からへんけど、まあ、知り合いが見てて教えてあるかも分からへん。それ教えたって。帰ってよ。なんでや。帰ってきたらあかんわ。活躍するかきくけ子教えたって。何すんの。活躍するために教えたってよ。これ守ったら大丈夫やっていうかきくけ子教えた。やっぱりね松井は、はい、すごいプレッシャーやと思いますよ。ああそらそうやろ。こんだけね、うん、言われて。そらそうや。日本をね、うん、日本国民もみんな期待して。うんそらそう。うん、これはもうプレッシャーっていうともうそんなもう半端なもんやないしな。いやそうですね。ああだから頑張れ。まずいよ聞いとけよ。それだって松井にエールを送ります。はい。かきくけ子ですよ。かきくけ子。これ5つや、うん、これだけ守ったら5つもあるんだ。まあでもこれ守っときゃ大丈夫、うん、でしょ、うんうん、活躍できるわけ。あこれ、うん、これ本当に松井に届けてほしいですよね。いやまあ見てなかったらじゃあ日テレからか。いやどっちなの。届けんの届けないの。届けないならやらないわよ。届けますよ。本当にカンパケね送って。本当にカンパケ送る。松井頑張らなあかんねんか。もうちょっとそんな低いとこからいかんでも。聞いてるか松井。うん、そう聞いてるよ。お前は、うん、しょうもないお前。じゃあまずそういうとこから、ね、一回落としといてほんであげるあげるみたいな。そらそら聞け松井。ほら聞けほら松井。行ったれいつまでそのサラサラエアできんやん。ちゃうかお前は。お前もうベルトお前ここやねんか。いつおかしいやろ。センターまでにも程があるんじゃん。ねえ行ったれ。これから松井。お松井あよい。お前松井って言いただけやろ。あ言うたれよかきくけ子。これからお前ね。言うたれこれからお前にこの大リーグで頑張っていくための、うん、かきくけ子なあ。だから聞けよ松井かお前は、ね、し松井いやこれが守られへんようでは死ねっていう。ああ言葉足らずや。言葉足らず。俺はそういう無骨なとこがあるぞ松井。すまんぞ松井。すまんよ聞いてくれ。うんお行くぞ。行ったらへん松井。いやお前松井って言わないかい。
確かにずっと言うてた気持ちやけど、松井松井って、うん、松井よ、はい、行くぞ、うん、松井、はい、松井よ、聞けよ、ほらスポーツバッグに連れて行け、松井こっち見ろ、ほらお前な、こっち見松井お前、泣いてんのか？泣いてない。最近浜田さんの奥さんとガム旅行に行ったらしいですね。その旅行の話をぜひ聞かせてください、お願いします。まあいつこのハガキが来るかなって俺まあ週刊女性しかり朝日芸能しかりいつスクープされるかというドキドキしてたよ、ドキドキしてたし密に連絡は取り合ってたよ。おい何ちっちゃい声ちっちゃい大丈夫やねんな、大丈夫やねんなだから結局まとめると大丈夫やねんなお前それ自分の女とやってたやろ、違う違う違う、そんなんはありましたよ。あ、なるほど。まあまあでもまあまあしょうがないですね。今面白いわ。わかるわそれ。まあそれは結局は大丈夫やねん。うん、正直ガキのオープニング撮ってる時も電話はありましたよ。あ、そうですか。でこっちでお前を気にしながら、うわ旦那女に来ない。大丈夫か。お前やってました。それはゴム行ったんですか。まあ、2日目からご参加いうことで、うん、ちょっとハワイに行くと見せかけてみたいな。あ、なるほど、はいはいはい、さささっと来たみたいです、うん、なるほどね、それはすごかったですよ、うんうん、かなりなんかね、こうやらしやらしこういうなんかこう危険な恋というか危険な情事っていうのは人を燃えさすもんですよ、うん、あ、なるほどね、だからあんなにも抱いてって言ってしまったんですほとんど抱いてしか言うてなかったよ。ふざけんなもん、抱け。何回言うねお前。でもまたちょっともうあの何教育的指導してしまいましたよ。誰に対して？の店員。相性悪いな。じゃ相性悪いっていうかね。ゲームとか買ったことある？あ、まああるかな。ああいうところでなんかこうバーって棚に並んでて、はいはい、あれサンプルじゃないですか、はいはい、であれ持って行ったらねえ、あれを簡単に持っていくわけです。あれ容器は空でしょ。そうそうそう、ほらね、後ろ引き出しを開けて引き出しから出しておるやんか、はいはい、これ B でええやんか、うん、なんかねガサガサパタンなんかみたいなさ、いやもう出たてのゲームをなんてどこに入れたか分からんようになってんのよ。そういうことな。なんかまたパカーンパターンみたいな古いやつちゃうのにね、なんかガターンみたいなね、パパパパパーみたいな、なんかやってるんですよ、指挟んでね、なんやねんと。新しいんやから。これね、これね、出さない。結局トータル15分ぐらい待たされたんですよ。これこれ言うてからね、ひどいっしょもうね、5分後にはね、もうね、もう買う気ないんですよ。なるほど。もう切れたろう思て、うん、切れるために待ってるんですよ。もう結局15分ぐらい待って、うん、お待たせしましたお客様って言った時にもうね、僕ももう本当もう嫌なんですけどね、もう41歳、うん、もう嫌なんですけども、おい俺はもうしばらくないなまあええわ、聞こう、何してんねんと、うん、なんやねんこの間は、はい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 、ないもんね、うん、今これこんなゲームないですかって言うって調べてくれてんなら分かると、分かる、お前らが置いてる言うからわしゃ口頭にこれをください言うてんのに、うんうん、しかも出たての今一番人気のやつですよ、そらせ、それが何をなくなることがあるの、うん、そらせな、何の町何の町っていうほら申し訳ございません、いや違うね、申し訳ございませんじゃなくて理由を言うてっていう、申し訳ございません、いやじゃだから申し訳ございません、申し訳ございませんじゃなくて理由を言えやお前らが15分も渡して理由も言われるのか、いや
かも。運が悪い。なんでしょうか。というか教育的指導はしてないやん。いやん言うて出てたよ。こういう時はこうあるべきじゃないのかっていう怒り方はしてない。もうでもやっぱりもうほぼ泣いてました。ありがとうございますと。ありがたき幸せみたいな。もうブラも外しかけてました。それはなんそんなこと言うんやろね。お前だよ。いらんやろ。そう、いらないですね。全然関係ないもん。これでね、サウナ行ったんですよ。サウナのなんていうの、ああいうお休みどころみたいなのあるじゃないですか、うん、みんなでいたんですよ、4人ぐらいでね、うん、なんね、ベロンベロンのおっさんみたいなのがこう一人来て、これなんかほらチーンっていうやつあるやんか、うん、なんちゅうな、呼ぶやつね、フロントにあるみたいな、うん、チーンって言っておっさんなんかわー待ってたんですよ。確かにちょっと従業員来なかったのは、まあ来なかったんですけど、おっせーなー考え言うとるんですよ。でまたチーンって、まあ2回目ですよ、うん、中国人のね、うん、ああいうとこ中国人のなんか従業員のなんか兄ちゃんみたいなのが来て、うん、はい言ってきて、てめえ何やってんだこの野郎、こっちはずっと待ってんだ、何回鳴らしたら来るんだよ、うん、っていう、まあそんな何回も鳴らしてないやんって、うん、まあね、ねえ、うん、こっちはな30分から待ってんだよ。そんなに待ってないやんって思ってたんですよ。まあまあ言うわ。ザフコはそのね、中国人がね、うんうん、くわ顔色変わってね、うん、こっち怖い顔になってきてるんだ、あかんで、これあかんでと思って知れてきたと、完全に中国人の顔色がぐーこれやばいね。30分も待ってないね。言われた。言われた。バッスリー。おっさん、おっさんバン切られたん。30分ではっきり言ったわけじゃねえだろ。で言うた。言うた。に近く待ってんだって言ってんだよ、この野郎。ちょっと負けてるやん。なんだてめえこの野郎。ちょっともうふわふわふわなってんねん。もういいからラーメンを持ってこいよ。ラーメン早くしろよ、この野郎。塩、味噌、どっち。チェーン強いな。こっち怒ってるんですよ。何やてめえ、このその言い方は。チェーンが打ってるの、塩、味噌、どっち。ちょっとコントみたいなんだ。塩だよ、この野郎。普通さ、普通キレてどっか行ってもええやん。そうなんですよ、そのおっさんも。もうね、それずっと見ててもうおかしいってね。ほでもう中国人ブワー行った後にね、うん、なんかぽっそりちっちゃい声で味噌の方が良かったかなみたいな言うてるんですよ。もうおかしいって、完全に逆アップかまされたもんね。負けてるな。最後まで行けよ、もう。松本さんは iPod に次ぐ音楽再生マシン HeyPod を自宅で開発中のようですが、 HeyPod とは iPod の何年先を行き、どのような素晴らしい機能がついてるんですか。あ、でも持ってます、今そういう系のやつは。あ、持ってないです。あ、なんで持たないんですか。別にその辺にしょっちゅう音楽聴かないでしょ。うわ、おっさんみたいなこと言いますね。いや、おっさんやんか。僕はもうめっちゃ聴きますね、音楽やっぱ。お前バチモン持ってるだけやん。バチモンってどういうこと。バチモンってどういうことなんですか。なんかこう録音せなあかんやつよ。お前今パソコンでいれんねん、あれは。よくわかんないんですよね。だから君も持ってないわけでしょ、 iPod 自体。まあでももっと良くなったら買おうとは思ってますけどね。良くなったらって、あれ以上どう良くなる。今だって最大何曲入るんですか。いやいや知らんよ。お前らは一個も答えへんな。与えられるばっかりか。何千曲とかそんなんですよ。いや1万曲とかあるんじゃないですか。まああるんかな、ね、1万5千ぐらいはね。何万曲ですよ。これがもっと増えていきますし。あ、そう。はい。いや今聞きたい。